はいどうもガジュマルです。今回は新シリーズ及川亨の魅力について語っていきたいと思います。ようやく来ましたね。僕の推しトップ3にランクインするキャラクターが、今まで動画にしてきたキャラクターには申し訳ないんですけど熱量が違います。それではまずプロフィールから見ていきたいと思います。お名前及川亨。お名前の由来は貫く人であるように、はいもうかっこいい。なんでかっこいいかって、ありとあらゆることを貫き通してるからかっこいいんですよ。チラトリザーに入るんじゃなくて正常で全国に行くことを選択したり、全員倒すって決めたら全員倒そうとするんですよ。及川はこの綺麗な顔面を上回るくらい生き様がかっこいいんですよ。由来でこんな喋ってもうと。2012年プロフィール、所属青葉城西高校3年6組、ひわちゃんとは隣のクラスです。役職バレーボール部主将、ポジションセッター、背番号1、身長 184.3cm、 あ二口と一緒くらいや。体重 72.2kg、 誕生日7月20日。同じ誕生日の芸能人は風間寛平と花は。及川は芸人ってこと？兄弟構成姉、お母さんは見たことあるけどお姉ちゃんって出てないですよね。好物牛乳パン、出た岩泉牛乳パンやろそれ、一回食べてみたいな。最近の悩み、カラスノのマネちゃんに声かけたらガン無視された。かっこけどきっと照れてただけだし別に全然気にしてなんかない。全然別に気にしてない人は悩まんのよ。及川を無視する清子さんすげえな。俺が清子さんやったらうほーって言ってるわ。2018年プロフィール、所属クラブアトレチコサンフアン、アルゼンチンリーグ、ポジションセッター、背番号17、身長 185.5cm、 体重 82.4kg。 最近の悩み、未成年と間違えられる。おーなるほど、アジア人って幼く見られがちらしいですね。古舘先生から一言、一番最初は漫画が地味だから花のあるキャラクターを出そうと思って書いたのに、実は一番泥臭いやつだった。他を寄せ付けない泥臭さですけどね。作中誰よりも泥臭い。書いていて楽しかった青葉城西キャラは、及川かっこ悪い、 E の振り幅がすごいから。これはもうそのまま読者が好きな及川の魅力ですよね。書いてる先生も楽しいし見てるこっちも楽しい。この世にいい作用しか生み出さん及川亨。以上が及川のプロフィールでした。続いて及川亨初登場シーンはこちら。初めてのカラスノとの練習試合中です。あらら、1セット取られちゃったんですか。これが第一声か。及川軽い捻挫を起こして試合に出てなかったんですね。俺の声が漫画に入ってる。そして初めて顔が映ったコマがこちら。鼻があるね。顔が整ってるんは知ってるよ。髪色までええ感じなんかい。いろいろ整いすぎやろ。ほんで正常のカラーもええんよな。及川に似合ってるんよねこの色も。元気に王様やってるって言うてる顔今と違うな。今より性格が歪んでそうな顔してるな。あでもこの顔はかっこいい。眼差しがかっこいいね。眼差しが。ごめんなさいね、たびたび僕の声が入っちゃって。そしてここで及川が試合に参加するんですが、セッターではなくピンチサーバーとして投入されます。いくら攻撃力が高くてもさ、その攻撃までつなげなきゃ意味ないんだよと言いながらツッキーを指さしてファンサします。ツッキーよく卒倒せえへんな。そして及川がサーブを放ちます。ワンピースのド。このサーブがエグすぎてツッキー取れません。及川は日向とツッキーがレシーブ苦手なことを見抜いてたんですね。ツッキーがにじみで取る。そしてもう一本サーブ打ちます。この効果音のイメージ紫。この容姿で及川毒タイプな。毒悪タイプ。あツッキー毒相性悪いんか。ここで日向に初めて大王様呼ばわりされます。大王様って困惑してるけど、及川の誕生日7月20日はアレキサンダー大王の命日らしいです。教えてくださった視聴者さんありがとうございます。まあアレキサンダー顔ではある。ハンガーで通じるくらいやから。続いて及川またサーブです。なんとかツッキー上げますが相手コートに帰ってしまいます。このボールを見た及川が、ほら美味しい美味しい、チャンスボールだ、きっちり決めろよお前らって言うんですよ。誰？及川やと思ってたけど違う人。4分間語ってきたのに違う人。このセリフだけ見たら全然仲間思いじゃなさそうですもんね。こんなやつに信じてるよお前らって言われても絶対嘘やんって思いますもん。そしてラストは日向の空間を切り裂くようなブロードを決められて、正常がカラスノに負けて試合終了です。勝者カラスノ高校。及川は最初に見た時から日向の恐ろしさを理解しています。そして2時間半このポーズで待ってくれてました。及川腕も足も痺れて動けません。マジで助けてくれへんかなって顔です。ここで日向のブロードを褒めた後に、あそうそうサーブも磨いておくからねと、今日まともにレシーブできなかった月島に向かって言うんですよ。この煽り方、性格の悪さ、
か見覚えあるな。そしてこの後、俺はこのクソ可愛い後輩を公式戦で同じセッターとして正々堂々叩き潰したいんだからさ、このセリフを影山指さして言うんですね。これも絶対に負けないという自信と、なかなかの煽りスキル、性格の悪さ、全部揃って初めて言えます。この時点の及川は、作中後半の及川とは別人のように性格が悪い。そこばっかり目が行く。まあ温かい目で見てやってください。続いて岩ちゃんとの会話シーン。影山なんかすごくなってたなという感想に対して、空回ってた天才が才能の行き場を見つけちゃったんだから、もう凡人は叶わないんじゃない。ここ意外ですよね。さっきまで公式戦で叩き潰すって言ってたのに、凡人は叶わないんじゃないって言ってるんですよ。それ聞いて、へえ、お前でも叶わないのかよって。ちゃっかり岩ちゃん、及川のこと凡人やと思ってる。バレーボールにおいてどこからが天才か知らんけど、顔がすでに天才やん。自分が凡人呼ばわりされたことは触れずに。トスはね、トス回しで飛びようにかなうやつ県内にはいないんじゃないと、影山の実力をしっかり把握した上で認めてます。このセリフを初めて見た時に、ああ、このキャラは強いなって思いました。だってもっと弱そうなキャラやったら、まあ俺の方が強いけどねみたいなこと言うでしょ。セッターとして一番重要なトス回しの能力が、自分より後輩の方が上でも決して低く見積もることなく、ああ俺より上手いなと認めた上で、まあサーブもブロックもスパイクも負けないけどねと、自分を冷静に客観視できる目を持っている。この時点で弱いわけがない。少なくとも勢いだけで絶対叩き潰してやるみたいなことを言ってくる中ボスではないということがここで分かりました。まあ岩ちゃんには怒られるけどね。そしてその後に、チームめちゃくちゃに乱してまともにトス回しする機会なんか与えずに、一人だけうまくったって勝てないんだよドンマイって言いたい。このセリフを言って本気で岩ちゃんに惹かれる。え、何だって天才とかムカつくじゃん。言動が二口そっくりなよな。作中後半で及川性格悪いなって思ったことないからな。余計にこの頃の及川違和感覚えますね。女にキャーキャー言われてるやつの方がムカつく。そう言ってボールをぶつけられて大喜びする及川。このボールを及川にぶつけるという行動が、岩泉はじめの求愛行動です。セミが鳴くのと一緒です。この行動をされると及川は上機嫌にスキップをするようになります。さあ、インターハイバレーボール競技男子宮城県予選です。ここで成城の入畑監督が、もう一度カラスの1年生コンビのあの強烈な速攻見とかないとなと、チームを引き連れて移動中に、ん？及川どうした？え？なんやなんや？外で他校の女子に捕まってます。あらら、表になるね。そらこの面で背高くて強豪校のエースやったらモテるわ。ちなみにこれ女装した僕です。あー、この顔はモテるやつがニキーって言ってます。岩泉、はい。え、写真もちろんいい。よー、あー、及川さん、及川さん、及川さん。いや、パシーって撮ってるけど、3枚ブロック抜くよりむずないかそれ。ここで振り返った時のこの岩ちゃん、怖いよ。こんなに求愛行動してくれてるんやから、よそのやつにうつつを抜かしとる場合やないんよ。そしてカラスノの試合を見に来ました及川。元気に変人コンビやってる。やっとんな。しばかれてるけど指切れ長白。そしてカラスの試合中、全く興味を示さない及川。朝日さんが強烈スパイクを決めてもあくび。しかしチビちゃんが羽ばたきスパイクを決めるときはガン見。なんならパキってる。日向にはこういうリアクションやのに、伊達校相手に変人速攻をかます後輩を見たときはほんと天才ムカつくわ。なんでな。どっちかっていうと影山の方がすごいやん。及川からしたら、地平道吐く思いで練習してる自分ができないかもしれないゲートをいとも簡単にしてるのがムカつくんですかね。けっ、って言うてますけども、怒ってる及川も可愛いです。続いて第6巻表紙です。推しと推しの工作。私はこの繊維になりたい。工作の際に生じる風圧で揺れてたい。影山と横に並ぶと目が茶色いとか肌が白いとか色素の薄さを感じますよね。これもまたモテオくん要素ですよね。現在成城1回戦戦っております。王者もダークホースも全部食って全国に行くのは俺たちだよ。かっけー。おとばしってるよ自信が。この時から全員倒すん好きやな。溢れ出る強キャラ感たまりません。そんな及川のサーブです。はい、サービスエース。4本連続サービスエースです。対応しの語彙が失われてる。そしてここで、前回の練習試合ではピンサーとして及川入ってきていたので、セッターとしての及川は俺たちにとって完全に未知だと菅さんが言います。それを聞いて鵜飼コーチが、セッターはオーケストラの指揮者みてえだと思うんだよ。同じ曲、同じ楽団でも指揮者が変われば
音が変わる。この音を変えている名指揮者がかっこいいこと、かっこいいこと。そしてここで菅さんがなんつうかすげえ滑らかな連携だなと漏らしたのに対して、萩山があの二人は小学校のクラブチームから一緒らしいです、あうんの呼吸ってやつです。はい、今ここに素敵なあうんコンビが誕生いたしました。皆様どうか承認の拍手をお願いいたします。一人で俺は何をやっとる。はい、正常1回戦ヘッドカウント2対0で勝者青葉城西高校です。まだまだ余裕がありそうです。晒すのは学校に帰ってから今日の試合の自分たちが映らないかとテレビを見ています。注目はやはり青葉城西高校主将の及川徹くんですね。華やかなルックスで女の子のファンも多く、人気も実力も兼ね備えた選手です。すげえな及川、公共のメディアが華やかなルックスっていうほどのイケメンっぷり。ほんでまた岩ちゃんと被ってんねん。そこまで来たらわざとやろ。そして伊達子を倒したカラスノが映ると思いきや、あ、3回戦の相手カラスノ高校について、いいチームですよね、全力で当たって砕けてほしいですね。砕かすな、高根の花ぶりやがって。二口って全国行った後こんなになってそうやな。あ、このロッカーシーンということは、ヤギ山ベニーランドの曲を歌う及川が見れる。ふんぬふん、どういうこと、生きてて口の形がふんぬふんって動くことないね。そしてこのふんぬふんには一切触れず、及川の持っている DVD を見て、おい、くれぐれも夜更かしなんかすんじゃねえぞと言うてくれます。岩ちゃんは、岩ちゃんは俺のお母ちゃんですか。うん、そうやで、寸分たがわずおかんやで。ああ、ほら今さら何言うてんねんってキレてるやん。俺がお母ちゃん以外のなんやねんって顔してるやん。深井コーチも DVD で及川たちを見て、こいつもしかして及川のお母ちゃんって思ってます。そして夜な夜なカラスノの研究に励むエルごっこをする及川。この時流れてるのは試合の音声ではなく岩ちゃんのあーです。はい、そして第3回戦カラスノ高校 VS 青葉城西高校回戦です。大地さんが緊張してる。それに対して及川、お願いします。強豪校の余裕って感じするわ。続いて第49話 VS 大王様2の扉絵です。この及川と影山がついになってサーブトスしてるん、いいですね。パーガン服、もうここ3人推しなんだもの。でも一番輝いてるのはやっぱこの日向のちいかわポーズかな。このポーズはアホみたいに可愛い。試合前のウォームアップ中です。いいじゃんマッキー、キレッキレだねって言われて無言ピースマッキーが一番可愛い。ごめん金田一、今の少し高かったね。すごい、トスのわずかな狂いを自分で分かってる。いいわちゃん、ちょっと力んでない、いいとこ見せようとしなくていいんだよ。女の子は誰もイワちゃんなんか見てないからね。言いすぎやろ、知らんのか岩ちゃんの人気。岩泉の動画のコメント見てみ、めちゃくちゃ女の子岩ちゃんのこと見てるから。あ、岩ちゃんの求愛行動なんで邪魔すんねん金田一。お願いします。さあ試合開始です。やっトビオちゃん、今日は天才セッターを倒すの楽しみにしてきたから頑張って食らいついてね。またそういう言い方するやろ、 S やな。当たって砕けてほしいですねみたいにさ、頑張って食らいついてねって言うやろ。あくまでも俺らの方が上やでっていうマウント好きやな。よーしやるか、それじゃあ今日も信じてるよお前ら。出たー。これを見た大勢の人間は気づけば及川沼の最深部まで足を踏み入れております。こんな感じです、みんな沼の主、実質ヘイラッシャ。試合前のいつもの一言、こいつが言うとただの冗談のようで、あるいは脅迫のようでもあって、だがこればかりは何の裏もない言葉だとみんな知っているから、皆もまた全力でこいつを信じている。すんばらしい関係性。正常のみんなは及川がどれだけ練習してどれほど実力があるか知っているから、試合前に異性と戯れていても、バレーボールにおいての及川徹は全員から全幅の信頼を寄せられてるんですよ。その面でそのカリスマ性なんなん、もう天才でよくない。はい、ツッキーのサーブから試合開始です。トムミちゃんがレシーブして前衛2人が飛び出します。及川さんのセットアップ間近で見るの久々だとドキドキしている影山を嘲笑うかのように、初手で及川は2アタックを決めます。めっちゃ奇襲するやん、桶狭間の織田ハイドリでもこんな選択戦。いきなり2アタックだ。はい、ここでテーマソング及川徹をみんな流しましょう。ほらほら、次も同じのやるからね、ボケっとしないでちゃんと警戒してね。ほんますげえこの人、まず公式戦初手で堂々と2アタックをやる胆力、そして驚いている相手に畳みかけるように、ほらほら次も同じのやるからねと相手の動揺を誘いつつ、ボケっとしないでちゃんと警戒してねと相手を
を煽って冷静さを欠かせる一言を添える。このたった数秒でこの試合の空気とか流れ全部及川に持っていかれた。しかもこれで終わりじゃないんですよ。またもう一回ジャンプして、しかもさっきよりあからさまなフォームで打とうとするんですよ。そりゃ田中もなめんなって言うよ。でもこのフォームこそがでっけえ釣り針だったんですね。スパイクモーションからのセットアップで岩ちゃんがスパイクを決めます。いいぞアウンコンビ。おいちょっと低い。あれごめん。でも岩ちゃん大体打ってくれるじゃん。会話がめっちゃフーフー。ちょっと文句というか要求を言われたのに、こっちが多少ミスったって岩ちゃんは何とかしてくれるカバー力実力があるやんと流れるように褒める。もう最初の通話タックからここまでの流れ全てが美しい。美しすぎてアニメ何回見たかわからへん。あっという間に2点取りました及川徹。そりゃ視聴者さんもこうなります。しかし僕の最推しはその美しい2点さえ振りにします。次も同じのやるんでちゃんと警戒してくださいね。満点の煽り、これ以上の煽りは絶対にない。このクソガキ。てて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 第50話ザ・セッター対決の扉絵です。遊戯をしてんな。いやバボカか。こういう古舘先生のゲームに例えてくれるん非常にありがたい。とってもイメージしやすい。全く知らないことでも分かりやすいもので例えられると解像度がぐっと上がりますよね。ドキャ。あ、サヨシがサーブミスしました。かわいいな。サーブミスもかわいい。これを見て及川、お手本を見せようか。意地悪やな。後輩がミスした後に別に頼まれてもないのにサーブっていうのはこうやるんだよ、それを見せながら得点をかっさらう。意地悪。そんな意地悪なことはこの男がさせません。おやすさん、難しいボールちゃんと取ってくれました。全然気にしてないやんこの人。お母ちゃんに怒られてるし。それに対しての返事、うへへやし。むちゃくちゃやこの家族。ここで日向が、こやと言います。この何気ないセリフを及川気にしています。金田一に対しても、まああの速攻を捕まえる糸口はちょっとだけ待ってよ、多分もうすぐだから。なんだか及川にホラー味を感じます。そしてこの会話の流れから及川滑稽シーンに続きます。それより金田一よ、影山の相棒の座をあのチビちゃんに奪われてさぞ悔しいことだろう。いや別に。いいんだいいんだ。中学時代トビオがお前をあんま使えない下僕だと思っていたとしてもな、この及川さんが神業速攻なんか使わなくても金田一はちゃんとすごいんだぞと証明してあげよう。安心して飛べ。はい、見ましたか皆さん、及川沼に突き落とす犯行の瞬間です。これはかなり悪質な犯行ですよね。引っかかってばっかりだと気にしている金田一に対して、最初は冗談交じりで影山の相棒の座を奪われてさぞ悔しいことだろうとか、あんま使えない下僕だと影山が思っていたとか、そんなふざけた話をしてこんな顔にさせといて、いきなり背中を押しながら安心して飛べ、俺が打たしたるから安心して飛べってことですよね。しかもこれアニメだと浪川さんの演技がすごいんですよ。例えばですけど、いいんだいいんだとか、表明してあげようみたいにちょっとふざけた感じで軽い感じで言っておいて、最後だけええ声で言うんですよ。ずるい。この浪川さんの演技で及川がもっとかっこよくなりましたね。これが新しい沼の主です。そしてこの言葉の後、金田一がブロックの上からスパイクを決めます。日向も大地さんも練習試合の時より高く飛んでる気がすると金田一のスパイクを見て思うんですね。この高く飛ぶ金田一を見てニヤッとする及川いいですね。もう選手を見る監督の目。続いて日向がくれと言ったのを見て、速攻する姿を見て、待って、まつげまで茶色い。昨日見ていた DVD を思い返して、うんって言うんですね。この及川の笑顔不気味ですよね。全てを見透かしている目。先生先生。この及川可愛い。この短時間で及川は神業速攻と普通の速攻の使い分け方を見抜いたんですね。来いとです。この試合の序盤でこのサインに気づけるってめちゃくちゃ大きいですよね。それもこれも夜な夜な DVD を見て研究していた及川の成果です。続いて影山が正常のプレッシャーに焦っています。しかも4点差空いている状態、日向なしで前衛は2枚、早くローテ回さねえとと思っています。そう思っている影山を黙って見てるんです及川。そして影山の2アタックを見事に防ぐんですね。焦ってる時の2ほど止めやすいものはないよね。面白いくらい思考を読んでます。次の
のシーン、影山がツッキーにトスを上げて決めたシーンでも、この両者の何気ない無言、これさえ及川は見逃しません。ここで及川が感じたことは後でわかります。続いてまたしても及川のサーブ。先に言っておきますと、これから出てくるシーン大体サーブです。いつも威勢のいいムードメーカーがおとなしくなった時の空気の重さったらないよね。ここはアニメだと空気の重さったらないよねって言いながらサーブ打ってます。ところでムードメーカーって誰のこといっぱいおるからわかる。坊主この田中謎にかっこいいな。このタイミングで回想、及川さん、サーブトスのコツを教えてください。え、何？俺の座右の銘を聞きたいって？いえ、サーブトスのコツを押し、叩くなら折れるまで。いら、そうですか、サーブトスのコツを押し。いやだね、なんで後々脅威になるやつを自分の手でこさえなきゃなんないのさ。いやだね、バーカバーカ。クソすぎひん、この先輩全然優しくない。しかしこの及川の叩くなら折れるまでという座右の銘、これは今もなお生きています。叩くなら折れるまで、サーブで田中を狙い続けます。なんとか田中がレシーブ上げてもダイレクトで金田一に叩かれます。そしてカラスノは流れを一旦切るためにタイムアウトを取ります。及川の集中力を少しでも切らすため、そこも狙ってタイムアウト取ったのに、このお美しい顔で瞳を閉じて、及川は集中力を切らさないように精神統一してます。ほんまストイックやな。あれだけサーブ練習してるんやから、ここまで線食ったっていいサーブは打てるはずやのに、それでも相手を折れるまで叩くために容赦なく刃を磨き続けてます。この意地でも相手を追い込んでやるという気概、もはや残虐性まで感じるわ。これで S じゃなかったら笑うで。ここで1ページだけ影山の回想が入ります。中学に上がったらすげえ選手がいた。中学ってすげえとこなんだなって思った。でもそういうわけじゃなかった。その人がすごかったんだ。この人を超えればまずは県で一番のセッターだ。この時の笑顔、及川透史上ナンバーワン爽やか説あります。っていうか中3であまりにも完成されすぎている。この影山の感想がより及川の化け物具合を表してくれますね。中学じゃなくてその人がすごかったんだと思うくらい、周囲とは明らかにレベルが違うと思われる実力があるんです。続いて変人速攻をやられて、早えの来るって分かってても早えなとお母ちゃん悔しがってます。そして黙って影山の方を向いているであろう及川を見て、おいごら、またトスは叶わないなんて言うんじゃねえだろうなと、岩ちゃんちょいお怒りです。トビオに叶わないよ、あんなピンポイント上げられないし。お母ちゃんお怒りです。才能では叶わなくてもみんなが一番打ちやすいトスを上げられる自信はあるよ。セッターとしては負けない。素晴らしい回答ですね。誰が見ても綺麗で、多くの人が打ちやすいトスじゃなくて、みんなが一番打ちやすいトスを上げられる、みんなが何が打ちやすいか知っている、それがセッターにとって一番大事だって及川はしっかりと理解してるんですね。そして金田一に宣言通り打ちやすいトスを上げて、金田一が1点を決めます。ここで影山がまたブロックの上からと驚いているんですが、そんなにびっくりすることないよ、これが金田一の本来の最高打点なんだからさ。はい、ここ OSP、 及川すげーポイント。選手のポテンシャルを見抜いて打点の高ささえ引っ張り上げてしまうんです。これはなんとなく見てるだけでは絶対わからへん。みんなが思ってる以上に及川はチームメイトのことをよく見ています。そして今度は及川の目線から影山トビオという人物を見ます。力がある、勝利に対して貪欲、才能がある、他人よりも圧倒的に、それがトビオを強くし、そして唯一の弱点になる。お前は一人で何とかしようとしすぎなんだよトビオ。そしてほんの二月足らずじゃその癖は簡単には治らないよ。あのチビちゃんであんな攻撃を使えるのはお前しかいない。でも他はどうだ。3番の彼はもう少しゆったり上げてあげればちゃんとブロックと勝負できる力量があるんじゃないのか。メガネ君はお前のトスを信頼して本気で打っているか。個性の違うスパイカーたち、それぞれ 100% の力を引き出してこそのセッターだ。これぞ及川透ですよね。このシーンの何がすごいって、このわずかな1試合の間で相手チームの選手のポテンシャルや不満、これを正確に見抜いてるんですよ。そしてベストセッター賞を受賞するほどの実力があっても、俺のトスを黙って打てってスタイルじゃなくて、個性の違うスパイカーたちの実力を最大限引き出す、そのために自分はいるし、そのために自分は尽くそうって考えてる
てるんですよ。人格まで出来上がっとんかい。店主の能力値、メンタル、考えてること、あらゆることを見抜ける及川だからこそ、スパイカーたちが一番求めてるものってなんだろう。きっとそれはみんなが一番打ちやすいトスだな。ここまで全て見えるからプレイスタイル洞察なんです。そしてね、このマッキーが決めるとき笑ってるんですよ、嬉しそうに。僕セッター組基本大好きなんですけど、理由は主にこれです。自分のアシストで人が活躍したときに自然に笑顔になる、そんな気持ちいい笑顔あります？この笑顔を見て我々もさらに笑顔になります。やっぱり及川はこの世にいい作用しか生み出さんな。続いて指定対決、ネット際での押し合いです。押しと押しがボールを返して間接的に触ってる、絵画にせな、それか掛け軸。ここで及川、影山の押し込んだ勢いをいなして押し返します。この時バランスを崩して影山が倒れてしまいます。大丈夫？あと5分で救急車来るから。及川が影山に勝っていることを象徴するようなシーンです。及川はセンスもある、努力も惜しまない。ただ2つ年下の影山という才能の塊と比べた時、及川は優等であるが天才ではない。それでも断言できる、今の段階でセッターとして優れているのは及川であると。この監督の言葉もいいですね。でも自分の見る目が誤ってたなって思う時が来るかもな。ここでなんとセッターが影山から菅さんに変わります。そりゃ複雑よね。及川もまだ折れるまで叩いてないもんな。そのストレスが溜まってる及川サーブです。また田中狙い、しつこいなと思ったら野安さんと田中の間を狙ったんですね。こういうボール、あ、これ取るの俺じゃないかもって一瞬考えちゃったら止まっちゃうんすよね。及川得意げです。ドヤ川可愛いよ、ドヤ川。そして次どこ来ると緊張しているカラスノに何だするんですね。いやらしい、でもうまい。はい、そして正常がセットポイントの時にまた及川です。しかしここは柱としてええとこ見せななと玄也が見守る中、煉獄さんがさばきます。この時の及川のさすがは柱だねって顔と、簡単に取れると思うなよって顔がいいんですよね。強強キャプテン同士いいですね。続いて第1回配給キャラクター人気投票結果大発表。及川は5位、低ない。まあ第1回やしな。ここからぐんぐん上がるし、最後の最後で一番株上げるんは及川ですから。鬼のような追い込みを見せるから。金大地攻撃読めてきてるじゃん。ちゃんと褒めるとこ褒めてる、いい先輩。カラスノの基礎攻撃力が高いのは確かだけど、そういうチームとは今まで何回も戦ってきた。さあ突き放しに行こう。このカラスノの攻撃力を認めた上で、でも初めてじゃないよね。何回も同じようなチームと戦ったことあるよね。だから俺たちなら大丈夫。このまま点差つけて勝とか。かっこいいですよね、この熟練感。牛若みたいなスーパーエースがいないからこそ、青葉城西の特に3年生の熟練感が読者の目にはかっこよく映ります。その3年生含め全員からの指示を受けまとめる及川が一番かっこいいけどな。あ、ごめんなさい。でも一番かっこいい人が今からサーブ打ちます。影山の異常な集中力を及川だけがピリッと感じています。自分も同じレベルのサーブを打てるから気づくんですかね。見てください、このサーブ、リベロのワタッチからサービスエース取るんですよ。厚むですやん。そしてこの後カラスノは怒涛の勢いで変人速攻も決めます。え、これ流れやばくないって時に、はーい、落ち着いて、焦ってこっちが崩れてやる必要はないよ。一本取り返せば問題ない。おい、その顔とポーズ腹立つ、やめろ。ひどいな。ここ及川、みんなが焦る前によくぞ対処してくれたキャプテンっていういいシーンなんですけど、このコマの時点でキレてる岩ちゃんが気になってしゃあない。そんなに嫌かこのポーズ。続いてタイムアウト中、マッツンが10番下がって11番前衛に来るとカラスノはセンター使ってくる回数減るよなと試合中に気づいたことを言うと、単純にトビオはあのノッポ君が苦手なんじゃない？昨日の試合も今日もまともにコミュニケーション取ってる感じじゃない。多分トビオはカラスのスパイカーの中で一番あのノッポ君を上手に使えない。てんてんてん。やっぱお前とは友達になりたくねえな。なんで？弱みとか握られそうじゃん。チームメイトの弱み握ってどうすんのさ。これよ、この会話がめっちゃ正常なんよな。3年生キャプテンイケメンやのに、配球会で唯一他の3年全員からいじられる、それも過激に。これこそ及川トールであり、これが正常3年ズの友情なんですよ。相当仲良くないとこんな過激にいじらないですよ。続いてこの場面、武田先生頑張ってフラグをカンカン立て
ててます。はい、武田先生のおかげで及川くんサーブです。かっけーこの及川。アニメの方の及川もかっこいい。はい、ここで及川が中学時代の長い回想に入ります。カラーになったことでより岩ちゃんの T シャツのダサさが分かりました。あと岩ちゃんどうしたん、冷えピタ切りすぎたん。冷えピタって正方形に切るもんやないで。中学3年最後の大会、及川ベストセッター賞を受賞したんですね。影山の回想でも出てきましたね。ここ嬉しいに決まってんじゃん、初めてもらったんだし。あ、アニメとセリフ違う。及川透は基本的にヘラヘラしている男だ。ウヘペロっていう人間がヘラヘラしてないわけないわな。でもそいつが笑わない時期があった。人より体格に恵まれていた、センスにも恵まれていた。特に中学へ上がってからの及川の上達ぶりは群を抜いていた。それでも越えられない壁は常にあった。どうも中3の牛若です。街道牛島若年を迎えて県内最強と言われるようになった。白鳥沢学園中等部、対戦すれば負けた。1セットすら取れなかった。この時点で悔しいな。自分はベストセッター賞取るくらい上手いのに、戦えば1セットさえ取れへん。戦ってても面白くもないやろな、圧倒的すぎて。もっと上へ、もっと高い舞台へ阻まれ続けて中学3年、今度は背後に天才が現れた。この影山を見て監督コーチ陣が、基本いろんなポジションはやらせるがゆくゆくはセッターだなと話してるのを聞いて及川不安になります。それから及川は今まで以上に練習に打ち込むようになった。岩ちゃんにオーバーワークだぞとキレられて、無理やり体育館から出される形でようやく及川は練習をやめてます。そして影山が入って以降、及川はミスを連発します。そしてついに影山と変えられるんですね。自分が3年生でおそらくずっと長い間レギュラーでセッターをやってきたのに、ホットでの天才1年生に変えられるって絶望でしかない。そして他のメンバーには、及川はまだ残るって、今日荒れてたしな、あいつほんと好きだよなバレエ、見てるこっちがしんどいくらい。それはもう好きから執着へ変わってるんやないかな。及川が昔の昼神くんみたいになってます。そんなタイミングで影山がサーブを教えてくださいと言いに来ちゃったもんやから、こっちに来るなと及川反射的に手が出ます。それをなんとか岩ちゃんが止めてくれます。体術もいけるんやな、プレゼントマイクって。その後ちょっとは余裕持てと言われて、及川感情が爆発します。今の俺じゃ白鳥沢に勝てないのに余裕なんかあるわけない。俺は勝って全国に行きたいんだ。勝つために俺はもっと、俺がってうるせえゴジン。やっぱり体術得意やな。ここからは岩ちゃんの名言シーンです。そしてほぼ声が荒北です。てめえ一人で戦ってるつもりか、冗談じゃねえぞボケ。あ、語尾まで荒北ですね。てめえの出来がイコールチームの出来だなんて思い上がってんならぶん殴るぞ。もう殴ってるよ。1対1で牛若に勝てるやつなんかうちにはいねえよ。けどバレーはコートに6人だべや。相手が天才1年だろうが牛若だろうが、6人で強い方が強いんだろうがボケが。その通りです岩ちゃん。あんなアホみたいな T シャツは着てるけど、バレーは個人競技ではなく団体競技だからこそ、チームの優劣はいかに能力値の高い選手が1人いるかではなく、コート上の6人の能力の総合値が高い方が強い。それを一言で6人で強い方が強いと岩ちゃんは分かりやすく教えてくれました。6人で強い方が強い、はあ、なんかなんだろうなこれ、がぜん無敵な気分。っていうか岩ちゃん、悪口ボケしか言えないの？右からも鼻血出してやろうか。このセリフはね、及川がいいというか、このアウンコンビ様が尊い瞬間なんですよ。あれだけ牛若と影山に焦り、オーバーワークを重ね、ついにはあまりの余裕のなさに手を挙げそうになる、そんな精神状態だった人間が親友の一言で不安がなくなって安心するどころか無敵な気分になったんですよ。これはもう及川がいかにみんなを、岩ちゃんを信頼してるかって話なんですよ。だってもし及川が俺以外弱いって思ってたら、岩ちゃんにこんな言葉を言われたって、いや6人で戦ったって負けるやんって思っちゃったら、この言葉は響かないですよ。及川は、あ、俺だけじゃないんや、みんなと戦って強い方が勝つんや、じゃあ無敵やん、そう思うほどにみんなのことを強いと信頼してるんですよ。それがこの表情と言葉の裏に現れているから、及川透は大てーてーんですよ。思いっきりでいいぞ。わかった。
てるよ。この及川の表情好き。いつもであれば笑いながら分かったよって言いそうなところやのに、こんなに冷酷な目をしてらっしゃる。腕にカーでも止まった殺意しか感じひんで。うおーすげー迫力でサーブ打つな。血吸われたなこれは。むしゃくしゃしてるもん。この強烈なサーブを野安さんが拾って、このサーブミスったら2セット目落とすのに、なんつーサーブだ、すげーこいつと、中層対ベストリベロ賞がベストセッター賞が打ったサーブに感動しております。すいません、及川が巻きでって言ってるんで巻きでいきますね。ダッサ、あまりのダサさに両目つぶれるか思った。ほんでなんで髪の毛は茶髪なん、なんでそこの感性まともやねん。そして続いてめっちゃ地味ですけど好きなシーン、正常のコーチが考えろ話しろとみんなに呼びかけて、指示通り選手だけで集まって神業速攻の対処方法を話しています。そしてマッツンたちが10番を見て判断すればいいのではないかと言った時に、10番にとらわれすぎてはいけないと監督が口を挟もうと、10番と口に出した時にそれにかぶせるように及川が、でもあくまでチビちゃんは優秀なおとり、それを忘れない、オーケー。あ、ここ漫画やったらオッケーでアニメやったらオーケーや、細けー。声優さんの読みやすさでセリフ変えてんのかな。この及川の発言を聞いて監督が安心したように笑顔になるんですね。ここまで含めて青葉城西というチームが僕は好きです。このスタイル白鳥沢と真逆でしょ。絶対にこういう時和紙城監督が指示をするじゃないですか。選手もそれを待ってるじゃないですか。でも正常は選手だけで話をしてどうするべきかを考えるから、これが癖づいていくと、きっと試合中にイレギュラーなことが起きても、うわどうしようってならずに自分の頭で考えて対処できる人間になると思うんですよ。プラス選手間のコミュニケーションも図れるので、より一体感が増しますよね。そして監督と考えていることと同じことを及川も自分の頭で考えられる。あ、この子たちは俺が口を出さなくても大丈夫だなっていう、この笑いが好き。マジモンの親、このスタイルすごくスマートで正常好きなんですよね。そして続いてリベロのワタッチがトスを上げます。あかん、ワタッチを見るといつも交換に出してごめんっていう罪悪感に苛まれる。ほんまにごめん、リベロコスパええねん。そしてワタッチのトスでまさかの及川がバックアタックを決めます。スパイクフォームも美しい及川。続いてセッターとしての及川活躍シーン、ボールがネット越えそうです。しかしネット際ギリギリでトスを上げて、岩ちゃんがスパイクを決めた時の笑顔が素敵。この笑顔をつまみに脱賽2本を開けれる。ニヤニヤしながら、そんなに岩ちゃんが決めてくれるの嬉しいんって聞きたい。よくあげたな。スパイカーも当然のようにそれを打つ。アウンの呼吸って感じだな。あ、またこの世にアウンコンビタンが誕生してしまったか。その沼水深100座は100人分あるから気をつけな。続いて第8巻表紙の次のページです。え、何これは、シャフドしようとしてる。もうちょっとひねってもろて。いやでも見られたら見られたで困るな。軽率に死ぬからオタクって、8日目のセミやと思って接してくれ。続いて日向の神業速攻に対して正常はノーブロックで対応します。ノーマークはわざとなのか。この短時間で日向への対応を変えてきたっつーのか。だとしたらなんて切り替えの速さと考えている時に、いかにもセットしますよってモーションからのツーアタック。こっちの一瞬の動揺に畳みかけるツー、見えすぎてるね。プロ編のボクトさんくらい見えてるね。さすがはプレイスタイル洞察です。そして嫌なタイミングで洞察くんサーブです。これが珍しくネットインになって、うわラインスタンプで8000回見た顔。はい、この表情に触れたかっただけです。続いて日向が指先にボールを当てて前に落として点を決めます。カラスの逆転です。こんな場面気が気じゃないはずやのに、落ち着いていこう取り返すって冷静に言えるのすごいわ。メンタルが、メンタル強強ニキやん。絶対メンタルの強さが可視化できたら鋼塚さんみたいな体してんで。しかもめちゃくちゃあっさり取り返すしな、宣言通り。そしてまた及川のサーブ、何回このコマあるん。キーラの思い通りには攻撃させない、勝つのは俺たちだ、もっと高い舞台へ行く、この一本でアドバンテージを取り戻す。で及川サーブ打ちました。うお、見るからに早い。ですがボールは野安さんの横を通り過ぎて、これはアウトになります。及川がサーブをミスったんですね。珍しい。カラスの再びマッチポイントです。うわー正常きついなと思ったら、え、これでチャラな、どっちだって同じ1点だ。かっけー。男前って言葉はこういう人のためにある。当たり前みたいに1点取るやん。新作グッズポチるオタクの速さ。岩泉さんかっけー。岩ちゃんに負けた気分。お前は今までのいつ俺に勝ったんだ。全体的にいつも俺が勝ってる。あだ。ここほんまに浪川さんあだって言ってる。そしてこの後、岩泉様からのご指導が入ります。及川、試合中に牛若の顔ちらついてんならぶっ飛ばすからな。目の前の相手さえ見えてない奴がその先にいる相手を倒せるもんかよ。
ここで及川笑います。そうだね、かっこいいけど怖い。大地さん柱やから及川の練り上げられた陶器を刺します。ここで及川の幼少期が映ります。何この T シャツ、宇宙人って書いてる。ほんでウホホーって言うてる。日向やん。いやでも彼高一やしな。出たー、大タンクトップ。一番欲しいグッズかもしれん。作ろうかな自分で。こんな風にサーブトスを練習してもうまくいかない日もありました。王に嘲笑れる日もありました。しかしこの年月とともに積み重ねてきた努力が高3の今こんなサーブを打てるようにしてくれました。ほぼ破壊光線です。さっきミスったばっかって場面でおそらく今日見た中で最高のサーブ。この強烈なサーブを打てる技術力もすごいけど、この場面においてはここでこのサーブを打てるメンタリティがすごいわ。上手い選手はテクニックが優れてるだけではないんですね。そしてこの試合終盤、国見ちゃんバリバリ動いてます。国見ちゃん今おとりに入るのサボったね。すみま、もうちょい上手にサボりなよね。また溝口くんにどやされるよ。効率よく燃費よく常に冷静が国見ちゃんの裏の武器なんだからさ。でもその分みんなが疲れた終盤にがっつり働いてもらうからね。すごいね及川。自分があれだけストイックに練習してたらサボってる人見たら怒りたくなると思うけどな。でも及川、岩ちゃんに言われた6人で強い方が強いんだろうがボケが覚えています。味方の 100%を引き出してこそのセッター、どんな選手だろうともだよ。ここでまた国見ちゃんにトスが上がって、次はフェイントをかまして1点を決めます。及川すごいですね。ほんとたとえ試合中にサボるやつであろうがその人の長所を見つけて生かすんですよ。全ては勝利のために。頼むから会社でマネジメントしてくれ。全員が生き生きとぐんぐん育つ。正常ここでマッチポイントです。ここで影山が、3年間一緒のチームだったけど試合中に普通に笑う国見を今日初めて見た。何なんだあんた。あんたみたいな人にどうやって太刀打ちすれば。このシーン影山推しとしてほんま衝撃的なんですけど、後にも先にも影山が対戦相手がすごすぎて絶望するんこのシーンだけなんですよ。白鳥沢と当たろうが稲荷崎と当たろうが一度も絶望しなかった男がこの及川徹を前にしたら絶望するんですよ。どうやったらこの人に勝てるかわからへんってなっちゃうんですよ。このシーン見た時に及川すげーってなりましたね。影山推しとしては。そして及川がぼやきます。ほんと厄介。トビオ、急速に進化するお前に俺は負けるのかもしれないね。でもここで及川サーブ打ちます。あえて前に落としてカラスノの意表をつきます。そして影山が最後変人速攻を放とうとトスを上げてドンピシャで日向が打ちますが、これは金田一のブロックに阻まれます。トビオ、急速に進化するお前に俺は負けるのかもしれないね。でもそれは今日じゃない。はい、及川が本当に大王っていうか大魔王みたいな顔になって試合終了です。セットカウント2対1で青葉城西勝利です。こんな嬉しそうに青葉城西が喜んでるページここでしか見れませんよ皆さん。勝利後岩ちゃんにどうして最後のが神業速攻だって分かったと聞かれます。及川は2セット目のラストで影山が岩ちゃんのトスを呼んで止めた時に、おやつ人の信頼というものが見えるようになってるし覚えたなと及川は判断して、ということは逆もしかり、同じような状況でチャンスが巡ってきたらトビオはチビちゃんを頼るだろう。ここまで読んで止めたんですね。この男転んでもただでは起きません。転んでも平然と跳ね起きしてくる。ということでカラスノとの試合は最後の1点さえ及川の洞察によるものだったんですね。こんなん言うてるこの人が一番厄介です。さあ続いてインターハイ宮城県予選最終日、男子決勝青葉城西高校 VS 白鳥沢学園です。及川やる気満々です。今日こそへこましてやるから覚悟しなよ牛若ちゃん。その呼び方やめろ及川。及川推しの皆さん、正常推しの皆さん、皆まで言わなくても分かります。皆さんの本音はこの試合をフルでアニメで見たいけど負ける及川も正常も見たくない、この相反する気持ちを二つとも抱えながら今日の今日まで苦しみながら生きている、それがあなたなんですね。でも大丈夫です。概要欄に貼ってあるツボを買えば白鳥沢を倒して全国に行く正常の DVD がついてきます。ぜひご検討ください。さあ現実です。及川金田一をうまく使って1点取ります。おお、なかなか接戦やで。相変わらずスパイカーが決めると嬉しそうに笑うね。続いて及川の強烈なサーブ、これを見ている観客、お、なんとか上がった、でも速攻は使えないか。それにご丁寧に返事をするかのようにシラブが関係ないよとふわっとしたオープントスをライトに上げます。そのボールの先には牛若が飛んでいます。ズドン。ここで鵜飼コーチの言葉、そういう練り上げられた強さを前にしても力ずくで点を奪っていく、
それが白鳥沢なんじゃねえか。試合終了セットカウント2対0です。点差見てる限りは惜しいけどね。今までの練習とか経験とか策略とか全部力だけでへし折っていく。まあ勝利までの過程なんて関係ないよね。コートにボールを落とした方が負け。それが全て。ここアニメやったら及川めちゃくちゃ悔しそうな顔で並川さんも声を震わせながら言ってるんですけど、漫画だとフォントとか言い方とかその辺を見る限りめちゃくちゃ悔しいけど表に出してる感はなかったので普通に読みました。インターハイ宮城県予選優勝白鳥座学園です。続いて本人は出てこないんですが、牛若と変人コンビ初遭遇シーンです。及川、奴は優秀な選手だ。うちへ来るべきだった。全国3本指のエースが自分のチームに来て欲しかった。つまりは自分にトスを上げて欲しかった。そこまで言わせるん。及川はどこであろうとそのチームの最大値を引き出すセッターだ。チームの最大値が低ければそれまで、高ければ高いだけ引き出す。それが奴の能力だ。めっちゃ褒めるやん。ほんで及川のことよう見てるな。敵のセッターやのに恋してる。めっちゃ詳しくない及川に。この牛若の発言で読者としては、あ、客観的に見ても全国3本指のエースが見ても及川ってすごい人なんだなと、特に及川推しの読者にとっては鼻高々シーンでございます。続いて私の最推しがちびっこバレーボール教室にやってまいりました。今のうちサインもらっとけよ影山様に。将来すごいお方になられるぞ。ここでなんと及川さんと遭遇するんですね。及川は甥っ子の付き添いに来てたんですね。ちなみにこの甥っ子はパラレルワールドから来た田中です。幼少期の不思議な縁ですね。平常は基本月曜日オフなんですね。これは現実の強豪校で実践しているところがあるので、それを参考にしたみたいです。このすれ違いざまの休息とサボりは違うんだよ。これさえ深い。すれ違いざまやのにここで二度も頭を下げ影山に及川ひらめきます。イエーイ、トビオ、及川さんに頭が上がらないのず。トール、こんな写真が嬉しいのか。だっせー。急所を疲れましたリトル田中に。で、何？俺忙しいんだよね。地獄の三沢ですやん。及川の三沢スタンプ使いたい。彼女に振られたから暇だって言ったじゃん。はい、ここでまたしても及川推しの方の心情をお察しします。え、つまり及川は今フリーってこと？という感情と、ていうか今まで彼女おったんや。そして振られたから暇ってことは今までの月曜日会ってたんや、という気持ちを抱えて今日の今日まで苦しんで生きてたんですね。そういう方はみんなでドーマの宗教に入りましょう。そして影山、新しい変人速攻の相談を始めます。今までボールを見ずに打っていた速攻を日向が自分の意思で打ちたいって言い出しました。へー、できたらすごいじゃん。やれば？もうちょっと聞いたってくれよ。親身に。目の前の人一番あなたのこと尊敬してるよ、セッターとして。この影山の、そんな簡単に言わないでください。日向には技術なんてないんですよ。このフレーズを聞いた及川チクッと刺します。だから俺の言う通りにだけ動いてろっての。まるで独裁者だね。お前は考えたの？チビちゃんが欲しいトスに 100% 応えているか、応える努力をしたのか。現状がベストだと思い込んで守りに入るとは随分ビビリだね。勘違いするな。攻撃の主導権を握っているのはお前じゃなくチビちゃんだ。それを理解できないならお前は独裁の王様に逆戻りだね。行くよタケル。素晴らしい及川。なんやろう、明らかに次元が上の方の言葉を頂戴したみたいで感激しました。ここ寿司職人の師匠に極意を教わった感。ここの何が好きってね、あいつには無理ですよって言う前にお前は自分で相手が求めてるものに 100% 応えてるんかと、それをちょっとでも考えたかと、それに応えようと頑張ったかと、影山にそもそもの姿勢を正す質問をして、勘違いするな、攻撃の主導権を握ってるのはお前じゃなくチビちゃんだ。この及川が僕大好きなんですよ。顔だけ見てここだけ隠したら、勘違いするな、攻撃の主導権を握ってるのはお前じゃなく俺だって言ってそうな顔してません？それくらい真に迫った表情してるんですよ。この及川のセッターとしてのスタンスが大好き。こんな表情するのはきっとスパイカーというポジションをめちゃくちゃリスペクトしてるんやと思うんですよ。スパイカーは攻撃の主導権を握っているべきだ。だから俺はセッターとしてスパイカーにより選択肢を与えられるトスを上げよう。もはやスパイカーへの忠義さえ感じます。裏梅か思たわ。攻撃の主導権はスパイカーにあるに決まってるやろ。セッター
ターなわけないやんって、このセリフをセッターが言ってるんですよ。そこがすごい。めちゃくちゃ主導権握ってそうな顔しながら、スパイカー様にあるに決まってるだろう。これを言えるくらい及川にとっては当たり前なんでしょうね。だからこの人セッターとして強いんや、上手いんや。それがプレイを見なくても言葉だけでわかる。そんなシーンなんですよ。心までイケメンやね、及川。ご機嫌か、トル。思ってた以上にトビオがポンコツで嬉しいね。うん、俺だけブレブレじゃんか。因果応報です。このシーンアニメだとね、及川のスマホのカメラロールが映るんですよ。そこに映ってるのほとんど甥っ子なんですね。バレーしてたりおにぎり食べてたり。あー、及川って子供好きなんやな、ちゃんと写真撮ってあげて偉いなと思ってたら、何この夕日は元カノとおる時に撮ったんか。そして一番左上は何や、その写真は誰向けに撮ってん、岩ちゃんか。誰にも言わんからそのデータくれ、5万で。やっぱ分かってたけど自分好きやな。でもそんなんどうでもよくなるくらい顔がいいからいいよ。そのまま自撮りしてこうぜ。こちら青葉城西高校です。ラッキョヘッドが国見ちゃんに、及川さんのあの話って本当かな。本当なんじゃない、結構無茶するじゃんあの人と噂話をしております。そっかーって言いながらめっちゃ慌ててるな。及川どうしたん、気に食わんの。今打ったサーブが気に食わんのか、それとも結構無茶するじゃんって後輩に言われたんが気に食わん。ここの会話はだいぶ後の方ですが、きっちり回収してきますのでその時に触れましょう。続いて影山様が、もうそれはそれはナチュラルに正常に侵入しました。そこで影山が見たのは、多分 OB のいる大学と練習試合をやってたんですね。高校の時に大学生と試合するのすごいな。そして及川は大学生の中にセッターとして一人で入っていったんですね。さらっと挨拶して入ってるわ。その大学生はほとんど初対面。大学生にも正常の主将なんかチャラいなと言われてます。でもほんの数プレーで及川さんは完全にチームに溶け込んだ。スパイカーが生き生きしてるのが俺にも分かった。誰からもどんなやつからも 100% を引き出すなんて、たとえ時間をかけたってできるとは限らない。でも及川さんはたとえあの人を嫌ってるやつとかすげえ癖のある選手とかでさえきっと自在に使いこなす。毎度毎度すごいと言わされるな、この人には。きっと及川はたとえ初対面の人でさえほんの数プレー見ただけで、この人はきっとこういうトスを打つのが得意だな、この人はこういうボールを望んでいるな、これがわかるし見えるんでしょうね。そしてコミュニケーションも忘れない。もう少しこうしてほしいみたいなジェスチャーされてますね。この会話でまたスパイカーがより力を発揮できるようになりますね。しかも及川とかスパイカーがいい感じやわって言ってるんじゃなくて、第三者視点から見てもスパイカーが生き生きしてるのがわかるくらい、それくらい及川のセットが上手なんですよ。俺がここの大学のセッターやったら僕とさんみたいになってるわ。そしてたとえ及川を嫌ってるやつとかすげえ癖のある人でさえきっと自在に使いこなす。最高今日やん。どんなチームでも活躍できるやん。あとこのイラストがいい。オーケストラの指揮者から今度は戦場で指揮を取っています。イケメンは何でも似合うな。そしてこの得意げな表情、はぁ、かっこよ。続いて狂犬ちゃん初登場シーンです。矢幅がめっちゃ怒ってます。まあまあまあ、矢幅落ち着いて、久しぶり、待ってたよ。おかえり狂犬ちゃん。怖ー、この張り付いた笑顔。全然笑ってないやろ内心。そらハミチキ食いながらやもんな。腹立つわこんな後輩おったら。しかもこの後、なんだよまだ3年いんのかよ、インターハイ予選で負けてもう引退したかと思ったのに。よう言うな、3年の目の前で。相変わらず狂犬ちゃんは面白い。変な呼び方しないでほしいんですけど。ああ、及川さんがいる代に同じチームでプレーできてよかったって思えるようにしてあげるね。怖ー。こんなハミチキ野郎なんかよりよっぽど怖い。おふざけトーンで言った後のこのマジ顔とガチトーンがほんまに調教するつもりやで、この人。しかもそんな風に思えるトスあげれるもんな。本能で及川を警戒するくらいこの調教師はやばいです。さあ来ました、仙台市体育館。再び全日本バレーボール高等学校選手権大会、通称春の高校バレー、宮城県代表決定戦。及川たち3年生にとってはここで負ければ最後の大会になります。そして日向がトイレに行った際にアウンコンビと遭遇します。大王様と正常のエースの人。ここで及川一言、試合になるとこのチビちゃんほんと厄介だから今のうちどっか埋めちゃう。殺人予告。失礼します。日向翔陽と及川岩泉か。
何このタイミング、知るか。この後は煽られるだけやからやめとこ。全部牛若に持っていかれるから、ここ、このコマで頑張れ。アウンコンビ応援してるぞ。アルコー宮城県代表決定戦2日目です。及川余裕で口笛吹いてます。さあ正常は伊達校と試合です。お願いします。まあまあそんなに気張んないで、君らは来年だってあるんだし。ナチュラル煽リストよね。はい、第2回キャラクター人気投票結果、及川第1回は5位でした。さあ第2回は5位。なんで上がらないのさって言ってそうですね。さあ伊達高戦開始です。及川セカンドユニフォーム似合うよ。1セット目は正常が取って3対4で正常リードです。さあ次の相手どっちだろうなの及川の顔、非常にかっこいいです。でもその両手何、立つ千鳥の陰結んでる。続いて出たー、二口の動画でも触れました、洋風な伊達高に対して、こちらは和風独眼流トール、いけ金田一って言ってそうですね。馬の顔見てみ、嫌なことは嫌って言え金田一じゃないんよ。おいやめろとか言ったってよ、こんな不当な扱い受けてんねんから。続いて出たワタッチのトスからの及川のスパイクです。及川かっこいい顔で相手ブロックを見ながらクロス側に引っ張ろうとしたら、まさかの小金川が来てブロック止められます。珍しい及川のミスシーン、しかもダシに使われてる。まためんどくさいチームと当たったもんだ。正直ちょっとスカッとしたな。確かに聞こえてっから。いいねここめっちゃ正常してるよ。ここよくを言えばマッツもなんか言ってほしかった。相変わらず及川はエグいサーブを放ち続けます。そしてセッターとしても金田一を使ってちゃんと得点も重ねる。そして全力で岩ちゃんと褒める。なんやこの理想の先輩、岩ちゃんもいい笑顔しすぎやろ。そしてタイムアウト中も選手たちだけで集まって対策を考えてます。パッパも嬉しそうです。さあ岩ちゃんがレシーブ上げて、岩泉使う、マッキー使うと思わせて2。巧妙ですわ、最近の詐欺の手口くらい巧妙。ここでマッキーがレシーブします。及川ブロックに青根がいることを確認して、岩ちゃんにふわっとしたトスを上げますが、岩ちゃんトスに違和感を覚えます。このボール結局ワンチになるんですが、このラリー終了後、おいん、いつも通りでいい、俺に勝負させろとマジなトーンで凄まれます。ういっす、さっき及川はブロックに捕まらないようトスをネットから離したんですね。岩泉はお気に召さなかったみたいだな。なるほどね、及川の選択も間違いではないと思うんですけど、岩ちゃん的にはプライドがちょっと傷ついたんでしょうね。そんな配慮なくったって俺は真っ向勝負で点取れるぞ、舐めるなよと相棒に伝えたんですね。そして再度岩ちゃんにトス上げます。ここで184センチ191センチ191センチの3枚壁に179センチが挑みます。そして締めが甘いぜ一年坊主と言いながら万歳ブロックの間をぶち抜くんですね。男塾にき、これもまだまだっすな。及川が初めていい意味で選手の能力値の目算を誤った瞬間かもしれないですね。まだまだ学ぶことはあるよ。セットカウント2対0で勝者青葉城西高校です。この時のスコアボードの両サイド表情筋フライハイしすぎちゃう、全然興味ないやんこの試合。さあ青葉城西高校準決勝進出です。ということで続いて春高宮城代表決定戦準決勝、原須野高校 VS 青葉城西高校です。まあもっかい勝って全国に行くだけやけどな。正常は及川がカラスたちを見ています。カラスの雰囲気が違うね。金田一には見えてないものが及川には見えてます。カラスノが強くなったであろうことを雰囲気だけで察しています。また押しと押しがボールを返して濃厚接触。これはこれは前回俺にコテンパンにやられたトビオちゃんじゃないですか。やめてくれ影山煽らんでくれ。うわ本気引っ張り合い中の手放しは危ないって、小学生がやってたらやめときやって言うやろ。えはははじゃないね。こいつこれで降参か。マッキーをしみじみさせるな。お願いします。体は大丈夫なんだ。ああどうも、長く休んでむしろ元気だ。マジですか、いいですねこの二人。キャプテンは一緒やけど顔の系統から性格肌の色全部逆。漫画やとあんま分かんないですけど、この握手の時、及川って北欧出身ってくらい白いから。さあカラスの戦試合開始です。お願いします。さあここで及川がいつものよーし、そんじゃ今日も信じてるぞキャプテン。及川びっくりします。そして怒涛のオーダーラッシュ、ラーメン一丁、ラーメンチャーシュー大盛り一丁、ラーメンと餃子単品一丁、入れるだけサーブもダメ一丁、1、2年も頼むん、大変ご立派ないじめ、醤油豚骨担々麺、決めてほしいの、ミスってほしいの、種類までオーダー通してまだいじめてるわと思わせて、残念ながら
お前は決めるに決まってる。はい、最高です。成城3年図が尊い瞬間ベスト3に入ります。ここいつもなら信じてるよお前らと及川が言う場面で、先にメンバーが及川への信頼を伝える。そして照れ隠しもあったんでしょうね。サーブミスったらおごりなと3年生が順番に伝える。これも仲良くないとこんなノリできひん。ましてや準決勝ですよ。それやのにみんなで及川おちょくってこんな笑ってるんですよ。そしてこれでも飽き足らず、おごってもらうものの声だし、ここまでで読者にはめっちゃ及川いじられてるなと思わせて、残念ながらお前は決めるに決まっている。ここで成城3年図の眩しすぎる友情を見せつけてきて、読者は日の光に当たった鬼みたいに溶ける。ここまで散々ミスったらこれおごりなって言うたけど、鼻からおごってもらうつもりなんかなかったんですよ。なぜなら及川が最初のサーブをミスらんって知ってるから。ここはもう信じてるの領域じゃないと思うんですよね。宮兄弟ばりの知ってるの領域やと思います。それを兄弟ではないチームメイト同士で思ってるのが素敵やな。このえげちいサーブなんとか大地さんが取ります。しかしこれを野安さんがトス上げて朝日さんが決めます。及川のサーブ1本で切られました。さあ続いての及川の見せ場、やっぱりサーブ。コートを制すの横断幕が似合うね。この気合入りまくりの及川を見て、一応後頭部気をつけろよと金大地に忠告します。これはサーブやばいやつやな。及川トス上げて振りかぶってます。え、カラスノのレシーブ上手い2人が何も反応できてない。じゃあ入ってたら取れんくない。大地さんがほぼスパイクじゃねえかと思うほどの威力。野安さんがすっげーと感心して、影山がこんな顔になるサーブを及川は打てるんです。そしてここでメンバーチェンジです。なんで片言、国見ちゃんの代わりに狂犬ちゃんが入ります。狂犬ちゃん入りましたが、金大地に及川トスを上げようとします。それをこのワンコロはボールをダッシュして思いっきりスパイクを決めます。アウトやけど、このプレーで第1セット終了、25対23でカラスノが取りました。チームメイトにドン引きする及川が見れるのはここだけで、さすがに及川も注意します。お前は基本好きにやっていいけど、足引っ張るなら引っ込めるからな。てんてんてん、無駄に危ないプレーだけはすんじゃねえぞ。うっす。なんで岩ちゃんにだけ返事すんだよ。だってボス狼やもん。続いて2セット目、及川サーブ、こちらもアウト、珍しい。しかし大地さんがここでだんだん照準合わせてきてる気がする。はい、フラグ次決まります。続いて及川どこでも上げれる状態で、あえて狂犬ちゃんを使います。狂犬ちゃんネットのほぼ真横からの助走で超インナーのスパイクを叩き込みます。鋭角が過ぎる。続いてダブルクイック、狂犬オアラッキョ、またしても及川狂犬ちゃん使います。そして次のポイントもラッキョ後ろ横飛びで狂犬ちゃんが決めます。これで狂犬ちゃん3連続得点です。また狂犬ちゃん来ます。何回狂犬ちゃんと言わせんねんと僕が思ったタイミングで金大地に上げます。16番に派手に攻撃させてからの金大地のブロード、さすがですね及川。僕が狂犬ちゃんはもういいってって思ってるタイミングで金大地に振りましたね。さすがです。自分がおとりにされることに腹を立てている。その攻撃への執着心がおとりの効力を上げてるんだけどね。その牙俺がもっと鋭くしてやる。ここの波川さん、その牙って言ってない、ソロ牙って言ってる。皆さんもシーズン2エピソード21壊し屋7分16秒再生してください。この及川はコアかっこいいですね。うまいこと狂犬ちゃんを使って4点取って、慢心することなく狂犬ちゃんの感情を読み取り、なんであいつおとりにされて腹立ててんねんとか思わず、その狂犬ちゃんの特性を生かしてもっと活躍させてやる。このちょっと狂気を帯びた敏腕プロデューサーみたいな及川かっこいいですね。チュンピョン。さあ続いてセッター対決ラウンド2です。さらに牙を鋭くしようと狂犬ちゃんにあげますが、こちらネットに引っかかるんですね。しかしこのスパイクのフォームを見て日向が、あの16番のスパイクグイン、ギュンって感じでかっこいいです。こう日向に言われて及川、狂犬ちゃんのどこが優れているかめっちゃ説明してくれます。そしてこの笑顔、仲間が称賛されて嬉しそうな及川、ここからしか摂取できない栄養があります。続いて及川ワタッチに何か伝えています。この後のプレーでワタッチのレシーブが乱れるんですね。それがわざとなんですね。ここで狂犬ちゃんにあげます。さっきのサインは返球をレフト側へという指示だったんですね。ボールでおとりと相手ブロックをレフト側へおびき寄せてからのライトからの強打に、諸刃の剣は100も承知だからこそ生かしてみせる。この勝利のためならばリスクを厭わない姿勢、かっこいいですね。京谷がブロック 1.5 枚をぶち抜いた時もやっぱり嬉しそうに笑ってます。京谷が及川の手によってゾクリとさせられてます。続いて影山様、よし行くぜと何やら意気込んでます。ここで日向のバックアタックを選択したんですね。初バックアタック、これ及川が止めるんですね。ずいぶんチビちゃんを空気にしてんなと思ったよ。今が使い時だって思った。俺も思った。
いいですね、このギャウミあふれる星。とっくに及川は違和感を察知してたんですね。日向全然使わへんなぁと。そして俺だったら今使うな。この思考の先読みとこの高度な煽り、そして S 顔、この悪川通る最高です。続いて及川サーブです。ということは、あ、来たらしいです。サーブトスいい感じらしいです。はい、顔を思いっきり引っ叩かれて現実に引き戻されるような感覚。勝ちを譲れないのはお互い様で、そのための鍛錬をしてきたのもお互い様。至極当然のこと、当然のことで、こんなにも恐ろしい事実。この大地さんが正確に現実を認識した瞬間のこの及川の美術が良い。及川だってカラスノが猛練習してきたようにめちゃくちゃサーブだって練習してるんです。続いてスロースターターの強権者がサーブが決まった時の及川、良くないですか、この大王様味がある笑顔。続いてここで山口が投入されます。そしてサーブとは何かが語られています。そして現代バレーボールにおいてサーブはブロックという壁に阻まれない究極の攻撃となる。これを初めて見た読者は、うおー山口かっけーって感情だけだったんですよ。でもこれが、そして現代バレーボールにおいてサーブはブロックという壁に阻まれない究極の攻撃となる。で、及川が映った時の絶望。ああ、そうでした、決してその究極の攻撃は山口のものだけじゃなかったです。すいませんでした。これで野安さんが取れへんのやもん。これで青葉城西高校セットポイントです。そしてラストちゃんと岩ちゃんにあげてアウンコンビが決めます。第2セット終了、28対26で青葉城西がセット取りました。強権ちゃん調子悪いです。昨日お散歩行ってないからワタッチに切り替えもう一本と言われたのにパッと手を振り払います。これを見た及川、岩ちゃん行け、勝つ、行くんや、指図すんなとか言いそうやのに。ここで京谷交代します。そして強権ちゃんの回想シーンで及川登場します。強権ちゃんを試合のメンバーに入れるかどうかで話し合いの時に、まああれは練習してないやつの動きじゃないねって言うんですよ。ここに来ても光る洞察力。そしてこれは及川も含めた3年生に言えることですけど、練習にしばらく参加しなかったから試合に出さないとか、不要な罰とか偏見がない、これが素晴らしい。問題児が来たわと邪険に扱うのではなくて、しっかりと動きを見て、あ、練習してたんやと気づいてあげる。とてもスタンスがフラットですよね。人に対してこうありてー。そして矢幅最大の見せ場があった後、強権ちゃん戻ってきます。そして戻ってきて一発目、強権ちゃんと及川あえて強権ちゃんにあげます。そのトスを見た周囲、及川ド S だな、問答無用で無慈悲な信頼だなと、きついけど優しいみたいなことを言われてます。この信頼に田中ばりに強権ちゃんは応えます。ちょうど同じ超インナーやな。ここでアウンコンビが得点後のエンジンに強権ちゃんを無理やり入れます。そしてよく打ったと自分の信頼に応えた強権ちゃんを褒めます。すると、うっす、強権ちゃんが初めて及川に返事をしたんですね。はい、及川デルビル一匹手なずけました。はよヘルガーなってくれよな。一連の流れを見た菅さん、もしあの16番がカラスノにいたとして、今の場面自分だったらどうするかな。及川、やっぱあいつすごくて怖いわって言うんですよね。あの人上手、すごい、これは現実でよくありますけど、怖いって思うことなかなかないですよね。それほどまでに常人なら選ばないリスクのある選択を及川は迷うことなくできるんです。メンタルスポーツ鬼強やん。及川麻雀打ってみいひん。続いて第142話強さの形の扉絵です。カラスノと正常が向かい合ってます。及川何その王冠、牛魔王のコス強やなあ。後ろの木はガジュマルです。続いて埼玉の回想シーンに入ります。金田一ブロードしようとしますが届きませんでした。これを及川に伝えます。すると、わかった、でもまだ変えずに行ってみよう。お前の打点はあとボール1個分先だ。金田一見事にブロードかまします。これすごいですよね、ほんと。だって金田一自身が合わせづらい、俺じゃ届かない、当事者がそう思ってるのに、いやいや金田一はあとボール1個分先で打てる、これわかるんですよ。当の本人が無理やと思ってたことがなんでわかるん。ポテンシャル見抜キングやん。俺がいればお前は最強だ。これを聞いた岩ちゃん、ソア泉はじめになります。そのソアちゃんがいつか使おうって頭で考えてるだけやのに、どこで使う気って突っ込んでます。すごくて怖いわ、思考読めるのバレるで、でっけえアーニャ。続いて得点決めてアウンコンビがハイタッチしてます。かっこいい、尊い、美しい。さあ得点22対23です。ここで正常が1点取ったらマッチポイントです。で時に及川サーブ稼働
アーニャ大喜び。観客に、何なんだこの場面であんなサーブ、バケモンかよあいつとバケモン認定されます。おめでとうバケモンたちの宴、いけるで。正常マッチポイントです。しかしカラスのタイムアウト。タイムアウト後、思いっきりいけよと背中を叩かれます。ホイカワ、ここアニメのシーンのしばき方好き。そしてもう一本ホイカワサーブ、これは大地さんが上げて朝日さんが決めます。さあ次はハンガーです。ホイカワハンガー、なんすかそれ。うちのジャージ買うともらえんだって。ナイス悪ふざけだよね。ダサい服をかけるもよし、恥ずかしい服をかけるもよしですか。なんやそのネガティブ選択肢、朝日さん考えた。みんなそんなに羨ましがるなよ。これ真ん中で折ったら面白い顔になんじゃね。紙製だし、ほら千円札とかでやるやつ。嫉妬も大概にしてほしいね。うるせえハンガー野郎。ハンガー野郎、ハンガー野郎、すごくしっくりきますね響きが。しっくりきてる。数日後、ハンガーナイスさー。おーいハンガー、首相会議だよ。バレー部の首相の人ハンガーさんっていうらしいよ。マジハーフかっこいい。知ってる、ハンガー通る先輩でしょ。ハーフでも通用する俺すごい。おめえのプラス思考がすげえわ。アホやなこのオイカは、愛おしいアホさ。でも実際通用してるんはほんまにすごいと思う。あと制服のシャツの色おしゃれすぎん。かっこええなオイカは。はい、好きなおまけでした。続いて第17巻、オイカは正常メンバーで表紙写ってます。強者を率いてるオイカはかっこいいよ。正常同点に追いつかれた後、影山様の2でカラスのマッチポイントです。たまらず正常タイムアウトを取ります。矢幅があの土壇場での強気もセッターの資質ってやつだな。分けてほしいわ。このセリフを聞いた及川はあることを思い出します。自分の力の上限をもう悟ったっていうのか。技も体も精神も何一つ出来上がっていないのに、自分より優れた何かを持っている人間は生まれた時点で自分とは違い、それを覆すことなどどんな努力、工夫、仲間をもってしても不可能だと嘆くのは、全ての正しい努力を尽くしてからで遅くない。ただ自分の力はこんなものではないと信じて、ひたすらまっすぐに道を進んでいくことは、自分は天才とは違うからと嘆き諦めることより辛く苦しい道であるかもしれないけれど、才能開花のチャンスをつかむのは今日かもしれない、もしくは明日か明後日か来年か。30歳になってからかも。体格ばかりは何とも言えないけど、ないと思ってたら多分一生ないんだ。はい、こちらが僕が当時読み倒して空で全部言えるくらい大好きな言葉です。まずこの監督の言葉、人と比較して何かを諦める前に自分は正しい方向の選択肢を全部試したか。無理だというのはそれをやってからでいい。ただ自分の力はこんなものではないと進む道は辛くて苦しいよ。僕は一言一句その通りだと思います。この言葉を聞いた及川が、自分の努力が報われる日はいつになるかわからない、でもその機会がないと思ってたら多分一生ないんだと矢幅と自分に言い聞かせるんですね。あの言葉を聞いて、自分の努力が報われないかもしれない恐怖、それと戦いながらも自分はできると信じて、及川はここまでバレーボールを続けてるんですよ。なんてかっこいい男なんだい君は。きっと及川は影山みたいな天才と言われる人たちがおそらく考えないような葛藤と戦って、それに勝ち続けてるんですよ。とてつもない国旗心やと思います。このシーンを見てから僕は及川が大好きになりました。あと後々わかりますけど、このセリフを言った人も大好きです。そしてラスト、カラスのシンクロ攻撃。この朝日さんのスパイクをマッキー拾いますが、大きくボールが乱れます。それを及川懸命に追います。ここで指さすんですね。その指し示した方向には相棒がいます。ここで及川はコート外からタイミングの早い超ロングセットアップを上げます。そしてそのトスに岩ちゃんもこうします。このセットを見た監督、俺は及川を高評価しているつもりが見くびっていたかもしれないと、自分の見る目が誤ってたと思わせるくらいのプレーを及川はしたんです。及川パイプ椅子に突っ込みますが、すぐ起き上がって、才能は開花させるもの、センスは磨くものと言うんですね。この言葉も大好き。才能とかセンスって言葉の後にはあるとかないがつきますよね。でも違うんだと、才能もセンスも最初から上限が決まっているものではなくて、自分の努力で発揮させるものだ
だと及川は言ってるんです。しかもこのセリフを才能開花した瞬間に言う説得力。及川のセリフは言葉の価値が最大化するタイミングで言うシーンが多い。番外編の3年間ありがとうもそうです。だから及川のセリフには感動させられます。このトスは相棒がドンピシャで捉えます。これを大地さん当てますが、今度はカラスノのボールが乱れます。それを必死で田中が拾った時に6人で強い方が強いを思い出すんですね。そうやで、今の瞬間及川と岩ちゃんは強かったけど、カラスノは6人の力を使って拾えるかどうかやから。配球でよくある自分の味方をしていた言葉が敵も同様に味方しているところを見てちょっとムカつくけど納得してる顔ね。そしてラストは日向が来ます。ここで及川は来い、お前の最強の武器で来い、飛びよと前回同様日向で来いと言います。しかし前回とは違い、一人で戦えるようになった日向がブロックの合間を縫ってスパイクを放ち、及川がそれを拾えずにボールがコートに落ちます。試合終了26対24、セットカウント2対1で勝者カラスノ高校です。及川影山と向かい合ってます。これで1勝1敗だ、調子のんじゃねえぞ。絶対負けて悔しいけど、それを抑えて今は負けたけど通算で見たら引き分けやから、と影山との戦いが終わりではないことを示唆してその場を後にします。この負けず嫌いっぷり誰かに似てますね。観客席への挨拶へ向かう途中、岩ちゃんはあれを決められずに何がエースだと自分を責めてます。その泣いてる岩ちゃんに真っ先に及川背中を叩きに行きます。それに続いてマッキーもマッツーも叩きます。これは岩ちゃんの動画でも触れましたけど、お前は正常のエースとしてよくやった、だから胸を張れ、そんな意味がこの手には込められてると思います。その意味が伝わったから岩ちゃんは整列の時には泣き止んで胸を張ってるんだと思います。ありがとうございました。青葉城西高校春高宮城代表決定戦準決勝敗退です。3年生はこれで引退となりました。試合後に及川は牛若と遭遇します。及川は牛若に忠告されます。お前は道を間違った、もっと力を発揮できる場所があったのに、取るに足らないプライドのためにお前はそれを選ばなかった。それは正常じゃなくて白鳥沢に入るべきだったってことで OK？ 成功が約束されたチームなんかないだろ。少なくとも今ここでは俺のいるチームが最強のチームだろうが。ここ漫画とアニメ向き逆や。へん、相変わらず面白いくらいの自信だな。取るに足らないプライド、確かにね。聞けよ牛島、俺は自分の選択が間違いだと思ったことは一度もないし、俺のバレーは何一つ終わっていない。取るに足らないこのプライド、絶対に覚えておけよ。おそらく作中で一番ブチギレている及川徹です。表情はめちゃくちゃ怖いですけど、めっちゃかっこいいですよね。なぜかっこいいか、牛若に正常に進んだことを間違いと言われ、岩ちゃんと高校行ったら白鳥沢へこましてやる、それを取るに足らないプライドと言われた。牛若にとってはそう見えたかもしれません。でも及川にとっては岩ちゃんと正常に行ってバレーをする、それを選択したこのプライドは取るに足らない、どうでもいいプライドじゃないんですよ。だったらこんな表情しません。ここでは皮肉で牛若の言葉を使いましたが、本当は俺の命にかけても変えられないこのプライド、絶対に覚えておけよなんですよ。この及川の俺の選択が、俺の選んだ相棒が間違いなんて絶対に言わせへんぞ、見とけよと言ってるんですよ。この熱すぎる友情と本当に人生かけてるやつの覚悟、これがこの及川から感じられるので、僕はこのシーン大好きです。全然響いてないけどな。この動画見ろ牛若。そしてしっかりとフラグを立ててからその場を後にする及川、押せる。はい、そして正常帰り道の番外編です。おじちゃん、替え玉ちょうだい。及川めちゃめちゃラーメン食うてます。そしてめちゃくちゃ悔しがってます。今回は絶対全国行けるチームになってた。まあ行ったら行ったでボコボコだったかもよ。そんなことねえし、マッキー卑屈モードやめてください。この時の浪川さんテンション高すぎちゃう。そして落ち込んでる岩ちゃんが映ります。眉間のシワがすごいらしいです。 Wi-Fi みたいになんで。田村くんのレシーブも坊主くんのフォローも、ヒゲくんのスパイクも、ワタッチのレシーブも、狂犬ちゃんのフォローも、トビオンのダイレクトも、金田一のブロックも、あの時の全員が 120% だった。それを全部足してあの時ちょっとだけカラスノが上だった。ちょっとだけな。それより岩ちゃんはあのトスに完璧なタイミングで入ってきてた自分を称賛するべきだ。トスもタイミングも完璧だったから余計悔しいんだ。せっかく励ましたのに。でもラスト反応したのに拾えなかった俺の方がへこんで叱るべきだね。俺の方が悔しいね。この投げられてる及川最高です。アニメだとうわーって言ってます。そしてつーかよ、帰るんじゃなかったっけ。
け？結局3年生だけで体育館に来てバレーボールをしています。マッキーはラーメン吐きに来ました。フェイントなし、フェイントなし。本気で及川もバレーしてます。あーずーりー、ぼちぼち勝たさないと見回り来るぞ。みんなちょっといいかい？この及川の異変に気づいたマッキー死ぬ気で止めます。おいやめろ、せっかくいい感じで終わろうとしてんだ。このまま平和に終わろうぜ。うるせえ、3年間ありがとう。言わんこっちゃねえよ。ほんまに抜けてきた。3年間ありがとうって何回も言ってたら泣けてきた。いやでも偉いです、及川。このみんなへの感謝は引退するとき、卒業するときじゃなくて今伝えないとって思ったんやと思います。これ以上ないくらい一番及川の感謝が伝わるタイミングやと思います。マッキーはしんみりするのが嫌やったかもしれませんが、僕は及川のこの青葉城西というチームへの熱い思い、その思いを尊重してあげたいです。そしてアウンコンビが二人で帰ってます。帰る方向も一緒なんやね。お前は多分じいさんになるくらいまで幸せになれない。何？いきなり何の呪いなのさ。たとえどんな大会で勝っても完璧に満足なんてできずに一生バレーを追っかけて生きていくめんどくせえやつだからな。こんな時でも悪口挟むね。でも迷わず進めよ。お前は俺の自慢の相棒で超すげえセッターだ。この先チームが変わってもそれは変わんねえ。でも戦う時は倒す。望むところだね。はい、こちらがなぜこれが本編にないと全世界で話題になった番外編です。ちゃんとした絵で見て、これは岩ちゃんが絵ですね。小さい頃から及川を見てきた岩ちゃんだからこそ、完璧主義でどこまでも上を目指す及川はきっと何を成し得たって満足しない。それを他の誰よりもよくわかってる。でも進めよ。そして本編では及川を褒めるシーンなんてない岩ちゃんが、及川は自慢の相棒で超すげえセッターだ、互いの進む道が別々になってもそれは変わんねえ、でも敵として相対することがあったら全力で倒す、だから進めってことですね。そしてこの一緒にバレーボールを応援していた幼少期、そして北川第一の頃から正常に入っても続けている得点後のグータッチ、これをここでするんですよ。本当は白鳥沢を倒してやりたかったやろうけど、ここで俺たちのバレーは終わらない。別々の道に行ったってお前は最高の相棒だ。これを二人とも凛々しい顔でやるのがいい。きっとこの瞬間及川はやっぱり俺が選んだ道は間違ってなかった、絶対にいつか牛若に勝つ、牛若を見返してやる、その気持ちが強くなったと思います。カラスノに負けた後、及川が出てくるのはこちら、変質者。かっこいい私服岩ちゃんに、なんだよお前いたのかよ、どっちが勝ってもムカつくから行かねえっつってたろと言われます。なんやねんその姿勢、メガネまでかけた綺麗めコーデが台無しよ。あとこの発言をしてたってことは一緒に見に行くって会話があったってことですか？そういうことですね。よろしいですね、ありがとうございます。どっちが勝ってもどっちかの負けっ面は拝めるからね。うんこ野郎だな、悠長にいじけてらんないんだよ。とんでもないうんこ野郎かと思いきや、やはりこの男転んでもただでは起きません。少しでもライバルの研究に時間を使います。ていうか今更やけどメガネ似合うな。カラスノが勝利後最後の一点をめっちゃ解説してくれます。やらもろてる5000円くらい。そして最後に、それにしてもチビちゃんはトスを上げてみたくなるスパイカーだね。トビオが振り回されるわけだよって言うんですよ。これが配球史上初、強豪校のセッターが日向にトスを上げたいと言った瞬間です。上げてくれ、上げるとこ見してくれ、アツムは上げとんねん、頼む。さあさっさと帰んべ。この後アニメでは表彰式なんて死んでも見たくないからねって言うてます。うんこ野郎はお帰りください。以上で白鳥沢戦の及川の出番終わりです。続いて出番があるのは我が最推し影山さん様がスパイカーに選択肢を与えるトスを上げ、見事静かなる王となった瞬間、この瞬間及川多分 iPhone じゃないから Android のスマホで見ています。ちょっと渋い顔もかっこいい、早くカラーで見て。あと2ヶ月の我慢、この以前とは別人のセットアップを見た及川、はんズボはーん、わからん読み方が、ここアニメやったらうわーって言ってるんやもん。この見違えるほどの後輩の成長っぷり、天才っぷりにイラつきながらも面白いと笑う及川好きです。いけないいけない、変な人だと思われちゃうよ。ふん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 、ほらほら歌のうまいただのイケメンだよ。変な人だ変な人だわ変な人、マー君し
このおまけ好きなんですよね。及川亨の性格および周囲からはどう思われているか、これがたったこの一コマでわかります。バレーボールへの熱とか仲間思いなところとか真面目なとこ全部取り除いたら、こんな人間なんよ及川亨は。なんていうかな、そして高校生の及川最後の登場シーンはこちら。カラスノが最後の1点を決められる瞬間をまたしても及川ランニング中に見ています。ちょっと待って、スマホデカ鳴ってない？タブレットそれ。ほんで岩ちゃんもおる。多分あれでしょうね、座って見てても影山たちを見たら動かなきゃって思うから走りながら常に見てるんですかね。及川が最後に映るのは監督の今日敗者の君たちよ、このセリフの裏でランニングしてる及川の背中が映ります。こちらが高3の及川最後のシーンでした。さあそれではブラジル編の及川見ていきましょう。ここからはほぼ日向と及川です。ブラジルへビーチバレーの修行に来た日向、財布すられます。そして家に帰って待ち受け画面のカラスの1年図かっこ3年を見てドヨーンと落ち込んじゃいます。はっ腹から声を出す、腹から声を出す。出してへんねん、全部喉や。はん、日向気分転換でビーチバレーをしているところに来ました。そして遺憾なくコミュ力を発揮してバレーしてます。大好き。マジで、ん？日本語？そんなことある？スメシ。はい、こちらスメシハンガートールです。ん？ん？太陽様？はい、ここで伏線回収シーンありましたね。これ及川さんのあの話って本当かな？本当なんじゃない？結構無茶するじゃんあの人。海外かって言うてたんですね。ここで国見ちゃん金田一のラインです。見た？見た。もうどっから突っ込めばいいのか。とりあえず無茶なやつは一人じゃなかったってことだな。ん？何を見たんと思ったらこれ。非常に可愛いですね。他校の先輩と久々に会ってようその顔できるな。ベロ出してるん可愛いですね。大及川さん何してんすか？こっちのセリフなんですけど。俺はビーチに修行しに来てます。はぁ、チビちゃん怖。ビーチか、なるほどね。及川さん今は？俺は今アルゼンチンのリーグでプレーしてる。はい、及川亨21歳、クラブアトレチコサンフアンセッターです。かっけーよ及川さん、まさかのアルゼンチン行ってました。なんでアルゼンチンに行ったかは後々わかります。うん、お隣。え、なんでアルゼンチンですか？なんかイタリアとかに行ってそうなのに。わかる、俺イタリアとか超似合うと思う。その顔やめてくんない？いやほんまにイタリア似合うよ。全然アルゼンチン見ないで。そしてこの後2人でご飯食べに行くんですね。美味しくてヘルシーで安いとこあります。いいじゃんいいじゃん、パイセンがおごったろ。いただきます。ちゃんと海外でも命に感謝するの偉いよ。うん、うまいでしょ。いっぱい食べていっぱい笑う君たちが好き。及川さん、今の影山の試合見たことあります？ない。似てる。見てしかないやん、この顔は全試合見てるやん。ここで日向が読者全員が疑問に思ってることを及川に質問してくれます。及川さんはなんでアルゼンチンですか？小学生の時にさ、仙台が会場だった日本対アルゼンチンの試合を見に行ったんだよね。岩ちゃん急いで速やかに。及川走んじゃねえ、これは早歩き。当たり前に岩ちゃんと見に行っとんかい。てーてーな。一応突っ込んどこか、なんでゴジラ。そしてその試合内容は、当時アルゼンチンにはスターの卵エースがいて、試合中盤から調子を落としていたそうなんですね。そのタイミングでセッターが変わります。当時もう38歳になるベテランのセッター、その人は終始穏やかで若手エースに集めすぎず、でも打ちやすいセッティングで決めるところは決めさせて、スターの卵はみるみる調子を取り戻し、その試合で最多得点。会場は若手スターの復活に沸いたけど、俺にとってのスターはエースをひっそり立て直してあっさりコートを去っていったホセ・ブランコだった。ブランコ選手サインください。岩ちゃん、さっき買った色紙、色紙どこ？え、もうハンダのサインもらった。なんでだよ、俺の色紙。二人のだ、50円ずつ出したろうが。ザリザリ。お前それ今日使ったやつじゃん。今日おろしたてだし汚くないし、お、俺もセッターになりたいです。てんてんてん、が、がん、がんだ、がん、頑張り。うわーって顔してますね。お前それ間違って洗うに1パピコ。うるさい、50円返せ。まあ一回洗われたけども。お母ちゃん悪かったと思ってる。確かにちょっと滲んだけど読める読める。そういうことじゃない。なんとホセブランコ V リーグで監督をやってたんですね。及川は桐畑先生のツテを伝ってホセブランコと話したことがあるんですね。俺はバレーを続けるか迷ったりして相談に行った。
でも迷ってるなんてポーズだってすぐ見抜かれた。その小学生の時から憧れていたホセブランコの言葉がこれだったんですね。かっちょええこの笑顔。そら及川がセッターになりたいと思ったきっかけになった。そんな憧れの人にこんな言葉言われたらもっと必死にバレーやりますよね。俺はこの人から学ぶって決めた。そしたら翌年からアルゼンチンに戻っちゃってね。まあ海外には絶対挑戦することになるし、それがちょっと早くなっただけ。行きたい場所はどうせ変わらない。かっけー。この行きたい場所が舞台って感じがいいんですよ。及川が目指してるのは場所じゃないんですよ。アルゼンチンじゃないんですよ。ステージなんよ。このステージに立つことが目標である以上、教えを乞いたい監督が日本から出ていった。じゃあアルゼンチン行くか。遅かれ早かれ海外では挑戦するって決めてたしと、すぐに切り替えれるんですよ。及川はこの目的を見失わない強い意志、そしてこの潔さ。実は名字潔、実は潔トールでーすって言われても信じるで。だから及川はアルゼンチンにいたんですね。すごいわほんま。一度皆さん考えてください。自分が及川の立場になって、自分はセッターで中学でベストセッター賞に選ばれるくらいには上手くて、でも高校では全国に行くことは叶わず県2位でした。つまりインハイにはおそらく自分より上手い人たちがいっぱいいる。それを分かっててなおバレーを続けるだけでなく海外のリーグで挑戦する、しかも言語わからない状態で、できますこんな決断。絶対周囲止めるでしょ。アツムが言い出す方がまだわかる。だって高校ナンバーワンセッターと呼ばれインハイ2位という実績があるから。でも実績が伴ってなくても及川はこの決断をしたんです。なぜできたか、それはこの言葉をホセブランコからもらったからです。憧れのスターに俺には無理だと諦める前に全ての正しい努力を尽くしたかと聞かれて、及川はいや、まだ尽くしてない、もっと俺はできる、もっと上手くなれる、そう自分を100億パーセント信じてるんですよ。この一つも不安そうな顔せず、自信に満ち溢れた表情で俺は上に行くと断言できる及川徹が本当にかっこいいのよ。このコマ一パイにお墨が充満してる。ピザポテトパーティー明け部屋かってくらい匂いが充満してるよ。及川さんやりましょう。みんな結構夜遅くまで遊んでますよ。ふふん、この俺と張り合おうなんて偉くなったじゃんチビちゃん。ボエー、これはバレーと名が付いていながら違うスポーツだ。俺は初心者だぞ。めっちゃ優越感感じます。正直か。最高のテンポです。この間髪入れないボエーがめっちゃいい。そしてあ、そうですよね、すみませんとか謝るんじゃなくて、めっちゃ優越感感じますと喜ぶ日向可愛い。優越感を感じてることさえ日向のキャラで素直に言ったら可愛く思えるもんなんやな。俺今日一瞬だけへこんでたんですけど、及川さんに会って超超超元気出ました。元気そう。じゃあ今度ご飯おごってね。 Hey ジャッキーチェン。ん？バンプジョガー。ジャッキーチェンって言った？中国人と思ってんじゃないすかね。俺たちはジャッキーチェンじゃない、渡辺健だ。受けて立つ。及川気づいてる？地球裏初滑り屋でそのシャツで二重で滑ってんねん。トパアンセット読めん。なんとこのガブリエルとジーのビールおごらせブラザーズという異名があったんですね。もう夜遅いからね、短時間で勝たせてもらうよ。ジャンプサーブ、ただの観光客じゃねえのか。はっ、ザフ、バス。及川やったな、今度は受けたで。風、空気読め。風が空気ですってか。及川さんって面白い人だったんだな。続いて及川レシーブ。ひぃ、動けねえ。やはり下が砂というのは全然違うみたいですね。オール、落下位置、風、考えて、丁寧に、いい感じ。ふん、アウト。何？ビーチってオーバーのルール厳しいよね。すぐドリ取られるでしょ。あ、はい。指ばらけたり回転かかるとすぐ。でも持ちすぎもダメで。ここで注釈。ドリブルは同じ選手が2度続けてボールに触れることです。これをドリっていうと急にこなれ感が出てかっこいいな。ここで日向に注意するポイントを聞いた直後、いつもより掴み気味にと注意しながら及川トスを上げます。この全然回転がかかってないトスを見て、うわ、俺最初全然コツつかめなかったのにと日向が及川の適応力に驚いています。しかし全部はうまくいかないんですね。あちゃ、近いはごめん。その T シャツ後ろひらがな何回。ふむ、この後も俺のビールちょうだいサーブにおののきまくります。そしてビールおごらせブラザーズにビールおごりました。尊厳が保ててよかったな。次はおごったらんからな。この試合で負けた後、及川さんいつまでリオですか？宿どこですか？連絡先教えてください。またここでバレーやりましょう。及川さんのすごいとそちたいです。うー、なんだろう、久々なこの感じ、震おう。まあ時間があったら、あった上で気が向いたらやってあげなくもない的な。あざ、
そしてここで及川日向にこう質問します。そこそこレベル上げたのにそれを一回横に置いてまたレベル1から始めるって辛くないかい？でもレベル上げ好きです。できるようになるの何回でも楽しいです。自分に言い聞かしてない？そう、そんなことは。ここで自分に言い聞かしてないって追い質問する及川意地悪やな。でもこの不運の顔を見る限り自分にも思い当たる節があるんでしょうね。ジェンティカーニャボスパガプロテイナ演歌プロテインで、ここで再びビールおごらせブラザーズにリベンジを挑みます。現在及川たちは風上側のコートにいるのでレシーブの際にボールが変化しやすく不利な状況です。うわめっちゃ曲がってるやん。しかし日向素早くボールの落下地点に動いてしっかりレシーブします。できたレベル上げ楽しいですナイスレシーブ。追い風、相手の位置と味方の状況を瞬時に確認してふわっとしたトスを上げます。三脚がネットからちょっと遠すぎないとトスを見て思うんですが、風に乗ってボールがちょうど日向の打ちやすい位置に来ます。できた。これを日向がスパイク決めます。はい。何、いくら俺の手応えがいいトスだってスパイカーが打ちづらきゃ意味ない。及川さんのトスには全部あった。スパイカーのレシーブの後の体勢を考慮した高さ、相手ブロックが見えるように程よいネットとの距離、もちろん風も含めて次を最大限考えている。どこにいようと何人でいようと変わらない。俺のジャンフロ、すげえすげえすげえ、やっぱ大王様すげえ。この日向の感想のおかげで我々も及川の凄さがより分かりますね。たとえビーチバレーであってもいつも通りスパイカーが打ちやすいトスを供給し、相手選手と味方の状況を把握して瞬時に判断する、それを長いことずっとやってるんでしょうね。ビーチになったってバレーである以上やることは変わらない。慌てずに普段通りを発揮する及川さすがです。こんなに日向が真面目に考えてるのに俺のジャンフロとか言うてちょっとちょけてるんが実に及川。ちなみにですけど今着てる及川の T シャツザコプラティパス、これは日本語で及川という意味です。 T シャツのセンスがしょうもない。でもグッズであったら買うから売ってくれ。そしてここで名シーン入ります。上を目指す以上苦しいことの方が多い。及川アルゼンチンでプレーしますが連携がうまくいかなかったのかブロックに阻まれます。こちら翻訳しました。なあ会議3時になったで、クソ予定あったのにです。及川何のこっちゃわかりません。苦しくなくちゃ頑張ったことにならないって思い込んでるみたいなとこもある。でもそんなことはお構いなしに、時々楽しいは来てしまう。楽しいが俺を引っ張ってしまう。バレーボールは楽しいと忘れては思い出す。バレーボール、ボールを落としてはいけない、持ってもいけない、つなぐ球技、仲間はたった一人だぞ。つなぐバレーボールの根幹を今またもう一回。ここ好きなんですよね。人がなぜ苦しいことばっかりなのに上を目指せるかって、それを時々楽しい瞬間があるからと答えるとありきたりですけど、楽しいが来てしまうとまるで楽しいに実体があるかのように表現するだけで新しいですよね。楽しいが俺を引っ張ってしまう。そしてここバレーボールは楽しいと忘れては思い出す。初めて見た時さっきの日向みたいになりました。その通りなのよ。練習とか辛いことばっかりしてると楽しいから始めたことのはずなのにその原点を忘れちゃうんですよ。でもそんな時でも時々来てしまう楽しいを味わいながら及川は上を目指してるんですね。そしてこの絵がずるい。できたと嬉しそうにトスを上げるチビ及川の後に、21歳になった及川が砂にまみれながら笑顔でバレーしてる。年を重ねていく過程で様々な大きな環境の変化はあってもバレーボールをして何かができるようになった喜び、それは日向が言う通り何回しても楽しいんです。それだけはこの小さい頃から今まで何も変わりません。その楽しさを知ってるから今もこうして及川バレーをやってるんです。続いて同点でコートチェンジです。やっぱ高いのは打ちづらいよね。風手強いです。及川さんでも風は止めらんねえもんな。高いトスは風の影響を受けるから打ちづらい。おい日向大王様ボケてんで、仲間はたった一人やで、拾ったってくれ。そしてここで及川のプレーに触発された日向、自分も次を最大限に考えてプレーをします。一歩目をもっと早く、すぐ立て、すぐ立て。
ナイスレシーブ。レシーバーがすぐ攻撃体勢を作れたら、セッターは上げやすくて、スパイカーは打ちやすくて。相変わらず嫌な存在感だな、チビちゃん。スキアリー。攻撃の選択肢も増える。頭で分かってんのに、なんかもっとピーチってめっちゃ直結だ。何言ってんの？うわ、ザコプラティパスがバスピスになった。ザコプラティバスピス？ややこしいわ。あと、及川さん背中にも目があるみたいです。ドンピシャ逆サイド。なんでそれを知ってる？え？冗談だよな。見るのも当然大事だけど、相手にどう見られてるかも計算に入れなきゃね。さすがのアドバイスですね、及川。自分の視点と相手の視点からどう見えてるかも考えて、それを整理した上で判断する。しかも試合中に。頭良すぎん。続いて及川、打ち合わせなしで急に走り出します。チャレンジャー。これどんな読み方するんやろ、波川さん。じゃあスパイカーの位置、ブロッカーの位置、風高すぎない、離せすぎない。じゃあチャレンジャー。いいじゃん。にゃー。突発的にかましたブロードが決まってびっくりする2人。びっくりしました。ビーチは2人だからいっぱいボール触れるんだし、いろいろやんなきゃもったいないじゃん。あー、及川さんつえー。だべ。何が？及川めちゃくちゃ自由にプレーしてましたよね。つまりそれを見て日向は強いって自由だって思ったんでしょうね。この初めての競技でもひるむことなくポジティブに考えていろんなプレーに挑戦する及川、さすがのチャレンジ精神です。これくらい挑むやつじゃないとやっぱアルゼンチンにはいかへんわ。そして先ほどの点でビールおごらせブラザーズ撃破しました。くそ、ビールでもプロテインでもおごってやるよ。いやいや、やっぱ俺はプロなんでね、遠慮するよ。え、プロなの？ぼえー、インドアの。じゃあご飯食べましょう。お前いっつも腹ペコだな。楽しかった、またやろう。ちょうよ、ケン。及川さん完全にケン渡辺さんだと思われている。これが伏線になるとは誰も思いませんでしたよね。及川全鎮へ帰国します。んじゃあ元気でね、チビショウヨ。及川が初めてチビちゃんではなく小妖と呼んでくれました。なぜ呼び方が変わったのか、それは説明されてませんが、きっと及川の中でただの高校時代試合で厄介やったやつではなく、自分と同じくらいの熱量で同じステージを目指す選手、戦友として認識が変わったんでしょうね。だから名前で呼んだんやと思います。あ、はい、あざした。名前呼ばれてこんな涙目なることある？刑務所にでもおったん？俺もしっかりリフレッシュできた。っていうか、初心に帰ったって感じ。ありがとね。ん？翔陽は2年で帰るんだっけ？はい。俺は全員倒す。覚悟しとけ。はい。お前もだからな。もっとビビれよ。じゃあ、またね。ここ好きやわ、ほんま。何回見ても好き。この全員倒すについては後々触れるとして、まずこのまたねの面。どんだけいいねん、面が。あと、またねのねがカタカナになった途端、及川。このお別れの時の及川の笑顔も素敵やし、自分と同じように、国外へ出てバレーボールの上を目指す及川を見て、お手本のようないい刺激を受けた日向。このぐわーって顔と、俺も負けねえと笑う表情。この二人の行動関係性に、ガジュマルが触発されて、で動画作っちゃうまでがセットです。さあ、そしてブラジル編終わりました。続いての及川の登場シーンが皆さんご存知のこちらです。絶好調の日本男子バレー、今日の相手は勢いに乗るアルゼンチン。名将ホセブランコを代表監督に迎え、現在世界ランク4位に浮上。日本は現在このアルゼンチンに2連敗を喫しています。これで1勝1敗だ。調子のんじゃねえぞ。聞けよ牛島、俺のバレーは何一つ終わっていない。取るに足らないこのプライド、絶対に覚えておけよ。戦う時は倒す。望むところだね。俺は全員倒す。覚悟しとけ。さあさあ、世界一贅沢な内輪もめですよ。はい、来ました。ボクトさんからクレームを受けても僕はこう言いたい。彼こそがカッコヨシオです。なんと及川、成城卒業後単身でアルゼンチンリーグに行っただけでなく、帰化してます。アルゼンチン人になったんです。なぜか全員倒す。
倒すためです。どっしゃー、誰が想像できます。全員倒すと言った時に当時僕が考えていたのは、自分が強くなって強いチームに入って、今まで出会った影山とか牛若を試合の時にボコボコにする、そういう意味やと思ってました。全員倒すって言っても日本代表レベルまで上り詰めたら、 V リーグで牛若と同じチームに所属したり、日本代表としては仲間やろうけどな、その引っかかってた部分すべて及川がアルゼンチン代表に選ばれることで全部解消しました。本当に言葉通りアルゼンチン代表として日本代表となった猛者全員倒す、これが及川の目標やったんですよ。あっぱれ。この男すごすぎません？バレーボール日本代表に選ばれるだけでもどう考えたって難しいでしょ。それなのに日本よりもバレーボールが強い国で、もともと日本人でありながらアルゼンチンの代表に選ばれるんですよ。絶対こっちの代表になる方が難しいでしょ。でも及川は選ばれたんです。いや、選ばせにやってきたんです。日本からアルゼンチンまで大器晩成が服着とる。そして緊張した様子を見せることもなく、世界一贅沢な内輪もめですよとか言うとる。この異色の経歴に実況も触れてます。日本にいた学生時代はほぼ無名の選手で、全国大会出場経験もありません。やかましいわ。マッキー転職活動中なん？髪型いい感じやね。ほっぺにアルゼンチンの国旗つけてるん押せる。なんぼのもんじゃい。やばダブルゼンチンやん。へえ、スポーツインストラクター。スケールが違うんじゃい。スケールがマッツンのこの葬儀屋というチョイス、あまりにも自分を客観視できすぎている。なんで自分が葬儀屋似合うって分かってんねん。わたち水族館おんの？展示されてそう。可愛い生き物コーナーにおりそう。カピバラの横におりそう。そしてなんとジーノとガブリエル、ビールおごらせブラザーズも見ています。見ろ忍者ショーヨーと剣渡辺。おい、ずっと騙されてるぞ。ええんかこのままで。ここの小さい画面ですけど、ショーヨー、おいと抱き合ってる二人が尊いです。あれ以来すっかり仲良しなったんでしょうね。さあ、そして日本代表 VS アルゼンチン代表の試合が始まります。影山が今日はこいつもいますしと言った視線の先に日向がいるんですね。そして昨日の敗者たち、今日のお前は何者だ。さあ今日もバレーボールは面白いと証明しよう。この時に及川がここに移ります。これ皆さん覚えてます？この言葉が初めて登場した時は、及川は全国に行けずランニングをしていたんですよ。今日のお前は何者だと聞かれても、きっと及川が胸を張って答えられるようなものはなかったです。それが未来ではどうですか。誰がこの及川透が今日のお前は何者だと聞かれてアルゼンチン代表セッターと答える未来を想像しました。誰がホセブランコに教えを乞うと聞いて、アルゼンチンのリーグで活躍するだけじゃなくて代表に上り詰めると思いました。でも一人だけ信じてた人がいます。それが及川透です。誰にその道が間違いだ、その道はやばいと言われても、自らが選んだその道を正解になるまで突き進む、それができるから通るなんです。この男かっこよしよすぎて、この配給最終回がジャンプで掲載された時、及川はアルゼンチンのツイッターのトレンドに入りました。オーストラリアでもトレンドに入ってたらしいです。本当のアルゼンチン人に歓迎される及川すごっ。そしてそれほどの影響力のある配給がすごい。そして及川本編最後の登場シーンはこちら。おそらく高校の時から何倍も威力が上がったえげつないスパイクサーブを放ちます。それをオミ君がなんとか取って、取るのかよって顔してるのが最後です。これ最後？ちょっと及川のサービスエース1本くらい見たかったな。しかしこれで終わりではありません。特別読み切り祭り再びが配給テンスクロニクルには収録されております。日本バレーボール協会競技普及事業部のクローがオールスタースペシャルマッチとしてモンジネの招集をしているんですね。いやー、ほんとオリンピック以降もう及川選手の話題で持ちきりですよ。こちらアルゼンチンサンファンです。はい、一の矢。持ちきりは盛りすぎでしょう。いや、まあすみません。謝るのかよ、そこは盛り通してよ。それはさておき、置くのかい。ぜひ世界のスター及川選手のセットで一層高く飛ぶ日向選手が見たいな。世界のスター、へーふーん。おい、チョロカワチョールスターって言われただけやで。はい、そして試合当日2022年8月14日、大田区総合体育館、こちらチーム A のロッカールームです。えは
は？なんでそんな仲悪いね。あの二人一緒にして大丈夫？見るからに相性悪くない？あの顔インスタ載せたい。でも及川さん、あっちチームに行ったら行ったで影山とかと大変です。ちょっと腫れ物扱いやめてくんない？大丈夫だよな、大人だもんな。小泉はじめ、 It's valuable time。ロメロだ。及川この年になってもこんな顔するんやね。そして祭り再び最終登場シーンはこちら。このユニフォーム着てる及川新鮮ですね。でも似合ってるよイケメンやから。ついに及川がトスを上げてみたくなるスパイカーと言っていた日向にインドアバレーでトスを上げる日が来ました。この試合普通に見て。はい、そしてこの試合後、祭り再びエピローグの部分です。ふんふんふふんふふふふふふふん。及川牛若とばったり会います。ここまでの俺の取るに足らないプライドはどうだい？見事だと思う。ははいや、お前どやり方が小学生の時と同じだぞ。それは嫌かもしれない。という会話があったんですね。本編では描ききれなかった及川の取るに足らないプライド、いえ命にかけても変えられないこのプライド、その行く末を古舘先生が描いてくれました。ちゃんと牛若本人の口から、及川が選択した道は間違いではなく見事なものだと言わせたんです。本当にこれ V リーグコラボイベントで見た時めちゃくちゃ感動しました。他のキャラだったら、例えば日向は何個も金メダルを取るとか、影山だったら及川さんより上手いって言わせますとか、もしかしたら実現しているかもしれませんが、作中では描ききれてない、もしくは意図的に描かれてない部分ってありますよね。でも及川の取るに足らないこのプライド、絶対に覚えておけよはしっかりと回収されたんですよ。これが嬉しくて仕方ない。よかったね及川ってなった。たとえ高校時代主要キャラの中でも全国大会に行けずとも、折れることなく自分を信じ続け貫き通し、作中誰よりも泥臭く誰よりも難しいことを成し遂げる、そんなかっこよしおがこの及川通るという人物でございます。これからもありがたく押させていただきます。はい、ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。いや、配給いろんなキャラいますけど、最後の最後まで好感度が上がり続けるキャラは及川が1位かもしれませんね。語っててめちゃくちゃ楽しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からのキャラは何をするかすでに決めております。きっとそのキャラも楽しんでいただけると思います。楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今回の未公開シーンは、及川と日向の V リーグコラボイベントで会場で流れたやりとりです。そうよ。教えてもらった日焼け止め。すげえいいよ。ありがとね。本当ですか？よかったです。俺、ビーチ始めてからめっちゃいろいろ試したんで、他にも何かあれば聞いてください。高校生の頃は、日光浴びてなんぼ。ザ・野生児。みたいな感じだったのに。どんな感じですか？俺は学習したのです。日差しは時と場所によって狂気。上からだけではなく反射して下からも襲ってくる。その日差しと戦う術、人の英知の結晶、それが日焼け止め。声が枯れてきました。及川さん。